金村義明の映画人生。こんにちは、金村です。皆さんこんにちは、 MBS アナウンサー井上雅夫です。こんにちは、ニーハンことアシスタントの福良美恵です。今日もよろしくお願いします。交流戦が終わりましたね。まあ、今日ね、DeNA が試合残してて、優勝の行方がまだそこにかかっていると。そうそうそう、はい、あれ買ったらね、いくらですか、3000万円。3000万でね、はい、横浜はやっぱり買ってば裏方さんにね、なんかご馳走してなんかするとは言ってたけどね、はいはい、まあどこでもそうやろうってね。そうですね、まあ選手というよりも、うん、まあチーム全体なので、うん、なスタッフへのねぎらいと。一方阪神はマイナス3か、はい、チャッキーさんですね。でも岡田監督はあの上出来を言って、はい、御の字、御の字やんな、はい、まあ振り返ったらあの西武戦でやられてね、はい、1、2番っていうか近本がちょっとスランプ気味だったしね。そうですね、でピッチャーがまだ完璧じゃないもんね、はい、みんな、うん、みんながだからやりくり上手でここまで来てたからね、まあ、だからこそ御の字ということなんですよね。御の字やね、はい、本当の勝負はしびれる戦いはこれからだし、うん、まあでもね、両リーグの首位が、うん、交流戦で借金と、はい、こんなね交流戦は僕長い記憶の中でね、はい、初めてやもうな、うん、上と下がこんだけ詰まってるいうのね。ですよね、セリーグの頑張りがね、うん、はい、そうなんですよ、中日も際立ってきてるよ。ヤクルトも途中まで頑張ってたんですけど、うん、中日が結局1分け挟んで4連敗で、ヤクルト6連敗、はい、中日なんてあの若いルーキーたちが躍動して、はい、ソフトバンク、あの強いソフトバンクに勝ち越してから、はい、ね、これ行くんちゃうかな思ってたらもうそこから失速ですからね。で結局最後の日本ハム終わったら、うん、今日トレード発表してたね。どうなっていくんやろ、うん、ちょっとね、読めない感じですね。ちょっとかわいそうになってきたね。うん、まあ、ちょっと余談になりますけども、はい、ごろっと話変わりますよ。はい。金コーンが今日から予約をまた、はい、予約販売を再開いたしました。いや、もう待ち望んでいた方が多いと思いますんで。ありがとうございます。もうね、はい、インスタグラムでもね、はい、買えません、買えませんという苦情があって、また第2弾が、うん、まあ、第2弾収穫スタートします。はい、でまたプレゼントも、そうプレゼントね、うん、すごい応募来たんですよ。700来て、はい、700、その中でもやっぱり一番金コーンへの応募が多かった。あ、なるほどね、すごかったです、ありがたいね。でも食べた人ね、はい、甘い甘いという、ね、いや僕もね、だから、うん、あの金コーン自体を初めて食べたのは五百羅さんと、五百羅さん、はい、甘かったですね。うん、まあ、五百羅さんはうまいからね、まあ、料理が、はい、うん。完璧主義者やからね。ね、うん、鉄人、変態、カレー職人と。変態って絶対使うんですね。変態。鉄人だけでよくないですか。いやいや、鉄人、天才、はいはい。天才、鉄人、変態、カレー職人と。すごいよ。食べたいですね。なんか、それとね、土曜日、はい、正雄くんと中継して、4年ぶりにね、はい、ナルオペーザン。え、4年ぶりやね。行きましたね。あれ、4年、はい、確か4年ぶりやな。あの、妹さんがやってたアカリアという焼肉屋も4年前ちょいちょい用意してもらって ね。で、まあね、全然行ってなかったので、うん、もうちょっと店を閉めたのかなと思ってたら、今お休みということで。そうそうそう。コロナでね。はい、でも25周年、ペイザンが。そうですね。うまかったでしょ、あのベーコン、ね、手作りベーコンと。ベーコン、はい。あれ、いつもね、はい、うちの東京の家までね、はい、持ってきてくれるんで、あの木島さんがね、すごい分厚いベーコン、分厚い手作り、それと前覚えてる一番最初行った時に、はい、キャビア、本当のキャビアを、はい、説明を受けて、世の中みんなが食べているキャビアっていうのは、正直言うと違うんです。違うんです。そうなんですか。はい、もうほんまもんのキャビアのうまいことな、はい、キャビアの中のキャビアがあるんです。見た目もちょっと違うんですか。いや、見た目は分からないです。あの缶のままね、缶のまま蓋開けてそのまま食べたんですけど、やっぱ全然違いましたね。また4年ぶりに来たから、お前と一緒にね、はい、あれ出さなあかんのかなみたいで、はい、親父さん、はい、今日キャビアないからって言ってたね。さっき言ってはりましたよね。我々全然気づいてないのに、あすやすや食べたわ、はい、ってな、ね、それで思い出しましたもんね。でも25周年であんだけ客がやっぱり来るいうことは、はい、ほんまもんの店にはやっぱりお客さんがね、うん、このコロナ禍の中、はい、やっぱりなんかね、両極端になってきたよね。そうですね、まあ、うん、いいものにはお金を払うという人と、そうそうそう、とにかくもう節約だということで、うん、中間がないんでしょうね。中間がね、ね、もう、うん、なんか気の毒になってきて、はい、うん、もう店閉める人とか、まあ そうね、うちの近所でも坂本やって活動員や、うん、俺本当やりたいぐらいの、うん、やめる言ってから1時間半、はい、2時間待ちなってね。でも今日もね、ニュースでやってましたけど、うん、コロナ禍の影響で子供が免疫力が低下してて、うん、今風邪が大流行してる、うん、この時期に、うん、またなんか変な
流行になりそうな、はい、なんか気がするで、だからまあ、みんなのやっぱりその体力的にも、うん、気持ち的にもいろんなところでね、うん、あのまあ、コロナがようやくね、うん、なくなったというか、まあ、落ち着いたっていうことではなくて、それの影響が出てるっていうのが、まあ、よく食べて、うん、はい、ね、運動して、はい、よく寝れば免疫力はついていきますよ。ね、金村さんを見てたら思います。そうやろ。元気です、ね。昨日どんだけ飲んだ。はい、昨日はまたね、はい、あの伝説の男、はい、男ってさんずいのね、漢字の、漢字の、漢字の、はい、ね、はい、男というね、はい、師匠、栗橋しげるさん。栗橋さん。はい。あの人とも72歳ですよ。よ、元気ですよね。元気やったね。はい、渋い。ああ、本当にそう思ってる？このインスタの写真見て渋い思ってる？ほんまに。どこが渋いね。なんで言ったんですか？どこが渋い？どうしてそういうね、はい、もう気もないよ。どこが渋い？ちょっとやっぱ発言がね。それは昔の、はい、昔の4番の時の写真見したら、それは渋い。渋いよ、かっこいいよ、はい、フォームも。これ今見て、この、今上げた写真見て、どこが渋い？渋いなぁと。金村さんのね、インスタグラムに載っている、クリアさんのポッケに手を突っ込んだワンショットを見て、みーちゃんが今渋いと言ったんです。渋い。はい、渋い。はい、私のみんな渋く映ってます。いやいや、昔どんだけモテたか。そうですか、やっぱりね。女子アナともね、いいところまで行ってたんやで。女子アナ、ここの曲の。はい、あ、それはでもちょっと興味ありますけど、あんまり聞かないようにしようかな。いやいや、名前は言えへんけども、はいはいはい、ねえ、なぜその時に結婚しとかへんのよ。そう、なんか昨日も結婚の話をね、そうそうそう、随分されたじゃないですか。はい、金村さんが、だからいわゆる祝福の言葉をもらったんじゃなくて、うん、栗橋さんに言われた一言が、育児なし。育児なしって、俺が24で結婚する時にね、根性なしてめえって。そんなに俺を見習えみたいな、ね。で、栗橋さんも言ってはりましたよね。あの、俺の後を告げる、数少ない後輩の一人だと思っていたら、うん、すぐに結婚したって。そうそう。ほんと寂しん坊だからって。本人が一番寂しいやね。ですよね。うさぎ年だし、はい、A 型だし、うん。もう昔からね、血液にこだわんのよ。はい、女は A 型しかあかん。なんせ、八草薫さんの大ファンだったから。あ、そうですか。そんなんいませんよ。そんな、あ、ね、定例金ばっかり払って、はい、そう、お金の使い方はまたかっこいい使い方だもんね。かっこいいか。いや、まあ、そういう話の雰囲気だったじゃないですか。いくら損してる思ってんのよ。金村さんが唯一あの正論で栗橋さんにズバッと言える人というね。そう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 、本当ね、はい、皆さん一回シャムスン行ってくださいですね。早めに行ってください、うん、はい、早めに行かないとね、もういつ何時何かが起こるか分かりませんから、はいはい、もう酒もやめて5年6年、それぐらい経つんですね。そう、はい、そうやね、心臓で病院入ってね、はい、もうとにかくさ、現役の時も三塁打打ったら不整脈すぐなってたもん、うん、あら、もうタバコめちゃくちゃ吸うから、その話もしてましたね。はい、キャビン、はい、俺の車に何回つけたか、はい、ですよね。うん、焦がし、はい、車の内装にすぐ寝る、すぐ寝る、家で寝へんのに車乗ったらすぐ寝る、全然寝ないって言ってましたよね。赤ちゃんと一緒やね。なんで車寝るか知る、あれエンジンの音がね、はい、体内の音とよう似てんねんって、はい、なるほど、お腹の中と一緒なんですね。そう、だから赤ちゃんや、確かに、あの、うちの子、あの息子もそうですけど、はい、車乗ったら寝るっていう、あの振動とか、幽霊とかね、振動とね、やっぱお腹の中おるとき言って、はい、お母さん動いてるやんか、はい、ほんで振動と中の、はい、音というのが、はい、ワンワンワンいうエンジンのちょっとアイドリングの音に似てんねんて、はい、うん、あ、なるほど、ね、だから俺信号待ちしたとき横必ず見た、必ず寝てるもん、タバコ吸いながらやっぱりクリアさんは赤ちゃんなんです、赤ちゃんやって、そんな目の前で言うたかんね、殴られるからそうですね、おらへんから、まあでも、しかしね、はい、12時集合、富岡駅に、はい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 、ね。ほんで、僕は、おとついね、ペーザンから早めに帰って、はい、そうですね。はい、で、朝からちょっとサウナ入って、うん、シャキッとして、はい、で、早起きだから、もう、早めにね、久しぶりだから、鶴橋の駅で、一旦降りたのよ。はい、鶴橋の駅で、はい、早すぎるから。ほんなら、まあ、食事でもして。ほんなら、食事でもしよう思って、おかゆでも食べよう思ったら、はい、まだ閉まってんのよ、10時ぐらい。そうですね、11時ぐらいから、ね。でも空いてるとこもあんねんで、はい、もう飲んでる人もいんねんで。はい、で、タイガース戦行く前にもう食べて飲んでる、はい、ユニフォーム着てる人もいっぱいいたんや。はい、そういう人からは、こう、ちょっと避けるように。まあね、人が少ないところ行ったら、はい、うどん屋さんが目に入って。はい、和風の。はい、だおばちゃんなんか見たら、おばちゃん一人や、ね。はい、ほんならそこ入って。
一人で、まあ、カウンター座らずに、はい、もう貸し切りやから、はい、きつねうどんを頼んで、ほんで、こう、きつねうどんをすすり出したら、はい、やっぱりね、朝、やっぱり汁もうまいやん。はい、おいしいですね。関西のうどんはうまいな、思いながら、ね、うん、こう、食べてたら、おばちゃんが後ろ姿でね、声かけてくんのよ。お兄ちゃんはええ体してるけど、なんかして、なんかしてたって、ね。その前に、パッと前みたいなね、はい、金本の6番の阪神のユニホームが3つ飾って、うわー、これ金本ファンや、思って、おばちゃん。ね。はい、で、お兄ちゃんなんかしてた、まあ、みたいな、ね。野球バレたかなと。俺も、はい、バレたかな。はい、野球やってた、はい、でバレたかな、思ったら、はい、相撲あ、バレてないわ。下向いて。そうですね。もうそれでどうしとこう思って。うん。そう、うん。言ったら、はい、色気あるわ。言うて、やっぱり相撲取りは色気あるわ。言い出して、勘弁してえな、思いながら。もうついに、つい、後ろ姿が力士に見えて。力士に見えて。サンクチュアリやんけ、俺。ねえ。な、ほんならおばちゃん、後ろから喋ってんのよ、はい。俺の目の前座り出したんや。はいはいはい。ほんで顔見ようとするから、俺下向いたまま汗、はいはい、おしぼりで汗拭きながらスープ飲んでたら、話しかけてくるわけよ。どこの部屋私なんか桜つく部屋、ちゃんこ食べに行ったことあんねん。そこね、そこあの、時津風部屋あるもんな、はい、言うたら、はい、違う違う、はびきのの方、言うから、また厄介やな、ほんで、ここの部屋やな、はい、言うたら、美味しかった、って。はい、ね、もう、話止まれへんか、前座って、はい、もうどっか行ってくれ、思いながら、はい、汗だけ出てくるし、はい、まだ力士は漏れてますから、ね。まだ力士はもう完全にゃ、はい、よー食べれ、もう一玉いるとか、いやいや、もう二日酔いやね、もうごめん、二日酔いやねん、た。はよ出よう思ったら汗たくなってきて。900円やね。はい。で、せよで、あ、もうええわ、た。行きやわとか言って、パッと顔見た瞬間に、テレビ出てる人やんとか言って。バレたですよ、最後にね。バレて、いや、ちゃうって出て行って。すぐ。まあ、そうか、でも、シルエットがもう、だから、力士に。シルエットが。いや、だから今、栗橋さんとツーショット見てても、金村さんの方が大きいよ、ね。はるかにでかなってるもん。ね。で、栗さんに心配かけて、俺、はい、12時集合やの、俺、11時半に早行く癖あるやん。はい、はい。栗橋さんは現役の時にもう、はい、遅刻専門やから。遅刻専門。バス乗んのも。そんな専門。俺らはもう30分前に栗橋さん迎えよう思って、はい、富野の駅の周りをブラブラしよう思ったら、はい、まあ、その担当の人に見つかってしまって、はい、コーヒー飲んでたら、クレさんは車で来られて、はい、の知り合いのね、はい、藤寺から。で、喫茶店で11時半過ぎぐらいから、喋り出してるから、はい、6時まで喋ってるからね。ですね。終わったら6時でしたもんね。だからもうちょっと感覚おかしになったもんね。はい、で、大阪戻らなあかんのに、井上雅夫君と、このね、はい、鈴木プロデューサーも来ていただいて、はい、ほんで、もう何を勘違いしたかな。タクシー乗って最大時言うてしもってな。反対行っちゃったんですよ。我々もだから普段乗らないから。乗らへんから。いや、ほんででもね、金間さんがその最大時に何か、こう、今、昔よく行ってたから、そのルートなのかなと思ったんですけど。違う。はい。この間初めて行った時や。はい、でなので、まあ、富尾の駅からわざわざ最大時まで離れて、タクシーと離れて、そこからまた、準急乗って、富尾の駅戻ってきた。戻ってきた。何の時間やったんですかわざわざお金使って。笑うも何も。俺一体何をしたいんや、ちょっと移動して。それなら富尾の駅乗ったら、もうすぐ、直線で鶴橋戻れるやん。で、特急を乗れると思ったんですよね。そうやね。でもやっぱり奈良って、その、生駒以降が各駅の準備を。そう。その辺がね、ちょっと、ね、なかなか把握できてなかったんですよね。なあ、ほんで、いつまで経っても最大値つけへんし、タクシーのメーター見たらコマーシャルの5をすると一緒やん、はい。2150円、2500円ぐらいまで上がるし。途中学園前があってね。あれって、はい、学園前で降りてもよかったんちゃうか、言ったら。違う。生駒にいた方が良かったんや。どこ行っちゃった大阪近づくなら生駒ですよ。そうだよ。もう遅いわ、思って。はいはい、前に最大時いたらごっつ人おんねん。ね今ね、この間ロケでも行ったんやけど、はい、AI の人形、はい。僕もっとあの番組で喋ってたんやけど、はい、みんななんかカットされてね。はいはい、酔っ払ってるし、AI になんかトンチンカンな会話してるし。青によし乗って。青によし乗って行った時に、はいはい。で、それのイメージが残ってたから。はい、で、まあ、準急乗ったやな。マザオくんと3人で。はいはい、3人乗りましたね。ほんな前にね、なんか頭下げてくるおじさんがおんね、はいはい、知り合いかなっていうね。全然知らんね。はい、ああ、知り合いでもない、ないやな、思ったら。なんかニコニコ前にわざわざ乗ってきて、こう、真正面でな、こう言って。何、は、何、い、ほんで、俺のことを気づいた思ってたら、マサオの方をこう見て、何言うたやったかな、はい、あの、
ずっと携帯、はい、スマホ。最初だから、せやねんいつも見てますと。あ、せやねん見てますと。あ、ありがとうございますって言って。はい、あ、まさおもスーパースターやな、思って。ね、ほんだらずっとスマホいじり出したら、はい、スマホばっかりいじって、はい、もうちょっとリラックスしたらどうだいじゃないですか。俺の方見て、ずっとリラックスしてるやん、言って。ほっとけよ。僕は今日ちょっとコーナーがあるんでね、それの関連のメールとかなんかいろいろ見ながらね、写真確認したりとかしてたんですけど、まあ、そんな電車乗ってる時も仕事ばっかり言って。めんどくさいな、面白い人多すぎますよ、ね、東大阪で降りていかない東花園で降りたわ。そうそうそう、東大阪の人ですよ。なんかね、ちょっと癖ある人ね、ちょっと癖ある人。出る瞬間に俺が言うたよ、はい、一緒に、俺らがどこ行こうって、鶴橋で焼肉行こうぜ、はい、3人で行ったら。で、この店が。で、空へええんちゃうか、言った。あがん、とかなんか入ってきよんねん、海外に。今行ったら並んでる、あがん、あがん、とかな。ほんで真っ白やから、ね、全部上から下まで、はい、もう出るときに言うたやん、白なかったらね一緒に焼肉食えんのに言うたら戻ってこようとしようから、そう、俺困るわな、面白い人多すぎますよ ね、まあ、とにかくこの週末はちょっと変わってる人多いね、はい、いやね個性的な人多いね、そうそう、個性的なんです、変わってはない、はい、やっぱ変わってるわ、はい、そうなんです、やっぱ話しかけてきよんねんからさあ今日はですね、タイガースはもう交流戦終了ということで、はい、そのタイガースの交流戦も振り返りながらですね、いろいろお話をするんですけれども、はいはい、おなじみの皆さんから会社でお店でご家庭で身の回りで起こったええ加減にせえなエピソードお待ちしております。そしてですね、2つ目、週末どのように過ごされたでしょうか。よろしければまた皆さんメールでお聞かせください、うん、また番組への意見も含めてたくさんお待ちしております。宛先です。メールはアルファベット小文字で ITEMAEアットマーク MBS1179.com いてまえアットマーク MBS1179.com までお送りください。いただいたすべてのメールから抽選でお二人に先週タオルのツバメタオルとのコラボグッズ、番組特製タオルをプレゼントいたします。タオルが欲しいという熱いメッセージだけでも構いません。ぜひメールをお送りください。この後夕方5時43分までお付き合いください。金村芳明のええ加減にせ。AM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしています。機能性靴下のエコノレッグの提供でお送りします。週刊いてまえニュース。野球はもちろん最新のニュースからこの1週間で話題となった様々な出来事をピックアップしまして熱いトークを繰り広げたいと思います、はい、ではまず週末から今日にかけて届いたニュースをご紹介しましょう。キャンドル・ジュン異例の緊急会見。ダブル不倫により無期限謹慎中の女優広末涼子さんの夫キャンドル・ジュンさんが18日都内で緊急会見を開きました。1時間弱にわたって謝罪やネット上での匿名の誹謗中傷への訴えなどを伝えました。会見は質問者がキャンドルさんの隣に座るという異例の形式で、報道陣がカメラ目線を頼んでも私はその質問者の方に向き合って答えたいとキャンドル流を貫きました。タイガース交流戦を借金3でフィニッシュ。阪神がソフトバンクを相手に今季7度目の完封負けで交流戦4カード連続負け越し、2位 DeNA に2ゲーム差と迫られました。岡田監督は試合後のインタビューで、5月出来すぎの分ちょうどその反動が交流戦に入って、借金3つでよういったと思うよ、はっきり言うてと語りました。また2年目の前川右京選手について、戦力にはなる、ある程度バッティングはいけると今後の活躍に期待を寄せました。全米オープン、長野龍太郎が20位。アメリカ男子ゴルフの全米オープンはアメリカの29歳ウィンダム・クラーク選手が通算10アンダーでメジャー初制覇、ツアー通算2勝目を挙げました。日本勢は国内ツアー未勝利で初出場の長野龍太郎選手が1オーバーの20位タイ、松山英樹選手は32位タイ、桂川有人選手は58位、石川遼選手は63位でした。また国内女子ゴルフの日例レディース最終日が昨日行われ、山下美夢有選手が初日から首位を守りきり、通算17アンダーで今シーズン4勝目を飾りました。去年はサロンパスカップ最終日の母の日に優勝し、今度は父の日に節目のツアー通算10勝目を挙げました。
以上週末から今日届いたニュースでした。もう親孝行すぎるわ、うん、ね、母の日の父の日でまた美羽ちゃん昨日泣いて会見しちゃったもんな、感謝のですね。こらしいね、息子に聞いてもね、人の悪口一切言わへんしね、ドロドロとした世界にいてもね、もう本当にええ子らしい、自分を貫けるってすごいですね。でもキャディーは一緒にこの間回ったらしい、試合でね、前回の試合 で同じペアリングでサントリーレディスでびっくりしてた、はい、1年目に担いだ時とはもう人間変わってるぐらい、もうまたもう火の打ちどころがないようなゴルフ、キャディーさんすることないって、ね、だからおっちゃんのキャディーが交互に、はい、喧嘩しないように交互に担いでる、はい、ええわー、俺もうほんまそこに入れてほしいわ、毎週交互に、ね、サントリーレディス行った時もちょっと金間さんそのね伝言伝えようと思ったんですけど、なかなか伝える場がなかったですね、キャディーさしてーんとか言ったら、ね、金村さんがキャディー立候補してるんで、何にもすることないで俺見てたら、はい、自分でなんかね、うん、あの距離も測って今計測器ね使えますから、計測器使えるし、はい、ほんでキャディーさんに日本クラブ持って、はい、自分でこうイメージやって、はい、こう自分で決めて、パターもラインも自分で見て、うん、半分見て、はい、キャディーさんなんか拭いてるだけやな思って、ね、これやったら俺もいけるわ思って、だから基本ボールを吹くこととバンカーを鳴らすこと、はい、鳴らすこと、バンカーもあんまり入りませんし、ね、入れへんやん、ほとんど、ね、ほとんど縦位置一緒やの、はい、ほんでパター死ぬほどうまいしね、ですね、うん、だからもう金村さんはウォーキング感覚、いやほんと体鍛えとこ、はい、ちょっとね昨日ね、はい、あのあれから飲みすぎてね、はい、正雄君らとジョッキーで、はい、麦焼酎のね、はい、炭酸割り、僕の友達がまたね来たのよ、はい、近所やから、うん、あの京阪神の怪物いうのがね京阪神が苗字で名前が怪物いうんだけどすごい名前です、京都生まれの京阪神の怪物、はいはい、あ、苗字がだから京阪神やから京阪神で名前が怪物と、はい、まあでもだいぶねこう勧められてでジョッキーで、はいはい、でもうで今日の夜中ホテルで、はい、またね、はい、いつもの悪い癖出てね、はい、あの締め飯食ってなかった分ね、はい、コンビニ行ってね、あ、やっぱ寄りました、 UFO 買ってね、はいはい、アイスクリーム、かき氷、はいはい、で、あずきのデザートに、プリンと、UFO が湯入れて出来上がるまでに、このアイスさ、とデザート3つ食べて、はい、ほんで、痛風の薬飲まないって飲んで、はいはい、ほんならもう UFO がね、あの、伸びてゆるゆるなってきて、それをまた、ラーメンみたいにして食べて、ほんで1リットルのエビアンを、はいはい、あれ1リットルやな、500円ぐらいな、でかいの、はい。あれをぐわーっと飲んで、はい、爆睡したら、はい、2時半か3時からずっと1時間おきにトイレ行って、はい、まあね、で、2回目のトイレで、うん、なんかちょっとバランス崩して、こう、うん、パッと持っとろうとこけてしもった、はい、ほんで、地べた、あの、部屋のね、はい、地べたにドーンとこう、こけてしまって、はい、危なぁ顔面から行くとこやとか思って、起きよう思ったらね、なんか、全身力が入らない。なんでやろ大丈夫ですかしばらく、なんか、一人ぼっちでこう、はい、なんか笑けてきてな。なんだ俺何してんねや、思ってんな。これあかん。ほんまにあかんで。あれ力入らないときはでも入らない。入れんねん、あれな、不思議や。俺あかん、もうこれ、ひょっとしたらこのまま死んでまうんちゃうか。あの最後の晩餐が、はい、UFO やったらこう寂しいな、はい、まあ、もちろんそれを望んで食べる方もいるかもしれませんけど、はい、でもただね、あの足正座でしびれた時の足みたいな感覚で力が入らない時寝起きの時あるんですよね、ありますあります、ね、これ寝ててもね、はい、すぐつるやろ、はい、なんでやろ、水分飲んでんのに、ね、取ってるんですけど ね、まあ、それ以上にやっぱり出てるんですかね、まあ、脱線しましたけど、はい、キャンドルで朝起きたキャンドル潤さんの会見が、はいはい、ずっともう同じ同士をやってんねんけど、はい、全曲ですよ、なんやろな思ってみたら、はい、まあ、泣いてはるし鼻水出たり、はいはい、それよりも俺はもうイヤリングしか目に入ってこえへんねん、あれなんていうんですか、あの象牙な拡張ピアスって言って、あの穴が開いて拡張されてるピアスを拡張ピアスって言うんですけど、はい、拡張ピアスよ、はい、だからもうなん牙みたいな ね、うん、ね、なんか黒い象牙、象牙みたいな感じの、いや僕だから本当にあのパッて寝起きで見た時にはあ、なんかああいうブルートゥースみたいな、ね、ね、マイクつけてやってはんのかなと思って、うん、よくよく見たら全然違ったんですよ、全然違うんだよ、もうそれが気になって内容頭入ってこえへん、いや、そう、ほとんど思ってた、二日酔いやしみんなね、これ痛ないんやろかとかな、ね、見てると痛いですよね、重そうですし ね、いるよね、まあまあでもね、そのまあある家庭の話なのでね、そうですね、あんまりこう周りが言うことでもないかなって思うんですけど、謝罪会見とかなんかね、ちょっとなんかしかしあの広末涼子さんって、はい、男のセンスってなんか、うん、
不細工な俺らに勇気を与えるよね。そんな、ね、それで、カニバヤさん、トミーズのマサさんと一緒のこと。あ、そう、勇気を与えるよね。我々に勇気を与える。勇気与えるよね。一緒のこと言ってますよ。おはい、そんな気するわ。はい、あれって、美女と野獣ってほんまにあんねんな、みたいなね。まあまあ、でもそれは人の好みですから。そうですね。ね、で、まあまあ、その時のね。俺でもね、あれ、球児と中学一緒でしょ、同級生やったでしょ。ですよね、高知出身ですもんね。はい、で、高知でね、僕もよう行ってたやん、キャンプでね。はい、で、高知の商店街のね、広末さんのおじさんと一緒に酒飲んだことある。はい、顔よう似てたね。男前で。そうなんですね、いや、じゃあ男前ですよね。男前。うん。ね。まあ、でも、本当我々同世代ですから。うん、あのデビューして、ね、マジで恋する5秒前ですか、はい、とかね、あの可愛い時とか、あと、ビーチボーイズに出てる時のね、まだその高校生役のビーチボーイズね、反町隆史のね、竹野内豊さんとね、一緒にこうね、はい、マイク真紀さんがね、ウクレレ弾きながら、あの時の印象からしたら、なんかもう、自分が年取ったなってやっぱ思いますよね、同世代が。やっぱり、コーチ、八金やったな。八金や。はい、といういろんなニュースがございましたが、はい、はい、タイガースも交流戦は一応フィニッシュということで、うん、はい、ただですね、まあでも前半でまだオールスターまで半分も行ってないでしょ。行ってないですね。はい、60試合かな、今ね、64試合ですね、阪神で。はい、こっからいきなりね、DeNA との3連戦やもんな。週末、はい、横浜で。DeNA 乗ってきたもんね、また。金、はい、村さん、金曜日解説ですよね。はいはい、行きますよ、はい、横浜スタジアムに。ね、はい、まあでも、2ゲーム差ですから、これまあ、仮にですよ、うん。仮に3つ負けた首位を明け渡すっていうのことも考えられる。いや、それはないんちゃうかな。そこはないですか。はい、まあでもやっぱり、嘆いている阪神ファンはですね、はい、最悪のことを考えて、あ、そうやね、はい、うん、その時の心持ちの準備を今しているっていう方が多いですよ。そんな大丈夫やで、もう佐藤がね、はい、あのバッティングさえ、ね、忘れずに。ね、土曜日そういうお話をしてたんですけど、うん、昨日2三振、2フォアボール。そうやね、分からへんね、ほんとに。ちょっとこうね、すごい当たりでしたよね、土曜日は。そう。うわー、もう覚醒した思って、はい、あかんか、何回もあるわこんなこと言ってね、うん、でまあまあ14で同じと同じ同じ、はい、岡田監督が言ってますんで、はい、まあ、最後連敗しましたけどね、うん、はい、でも唯一3連敗が1回だけでしょ。そうです、仙台から札幌にかけて、だからその後この間にね、情報がまだ入ってきてないけど、はい、青柳とかね、はい、辺がね、調子上げてきて、うん、でまた戦力になればいいわけだからね。ですよね、まあ、先発陣、うん、まあ、特に今中継ぎ陣の方が、うん、もう及川投手も浜地投手もね、二軍調整になりましたし、そうそう、まあ、この4日間で、うん、抑えのね、はい、湯浅で交流戦2つ勝ちゲームを落としてしもたからね。落としましたね、楽天のね。実質3ゲームマイナス3言うけど、はい、実質勝ちゲームやったからね。そうですね、5割ぐらいで来てるわけよね、はい、まあ、6対4の逆転さよならスリーラン。湯浅はもうね、はい、もう精神的に参ったから、うん、とりあえずリフレッシュしてね、はい、この暑い中ね、うん、ポールからポールまで走ったらいいね、うん、もう骨から汗かくぐらい、ね、うん、でスカーッとそれね、骨から汗かくぐらいのランニングしたら、はい、スカッとするよ。で、ど真ん中にめがけて投げるんじゃなくて、はい、もうそろそろコントロールを考えながらね、うん、うん、まあだから四隅じゃなくても、うん、内か外かしっかり決めて、いくさ、いくさ、はい、あ、高めですか、うん、大体もうボールとストライク言ったら真ん中高めやから、はい、もう相手のバッターは 1,2,3 で来るから、はい、うん、三振覚悟でね、うん、低めであれば当たっても内野ゴロってことですね。そう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 、はい、でダルビッシュから教えてもらったスライダーとかね、はい、ファームでちょっと投げてみたらいいのよ、はい、だいぶスライダー教えてもらってたからね。ですよね、握りからね、器用だって褒められてましたしね。そうそう、一番熱心にダルビッシュに2月、うん、はい、弟子入りしてたの、ね、おっしゃってましたもんね、うん、まあでも WBC 組が本当心配ですね。いや、心配よ、ヤクルト見てみ、はい、山田哲人や、はい、もう村上がこうなるかいうぐらい ね、はい、そんな中ですね、伊手前クローズアップは、うん、そんな日本の不調な選手たちを、うん、ものともせず、うん、唯一独走している、うん、この選手でございます、はい、伊手前クローズアップ、誰も止められない大谷翔平、特大23号で通算150本塁打到達。
エンゼルスの大谷翔平選手が18日ロイヤルズ戦で2試合連続となる今シーズン24号の逆転ツーランを放ち、チームの勝利に貢献しました。前の日には特大の23号ソロを放ち、メジャー通算150本塁打に到達。この時点で大谷選手は打率リーグ6位の3割、23本塁打、56打点、いずれもこちらはリーグ1位。出塁率と長打率を足した OPS という数値があるんですが、両リーグでただ一人の 1.011 を超えるとすごいんですが、唯一1を超えて絶好調をキープしております。とてつもない数字の数々、金村さんと見ていきます。もうね、わけ分からへんわ。もうテレビつけたらこれいつ打ったやつやるって、毎日打ってるから今、はい、今日もだからね、今日のホームラン でそれも、ね、ち切りです。打った瞬間、はい、のもう完璧な当たりでしょ。なんかカーブを、はい、今季最速の打球スピード、はあ、188キロで、ね、はい、だからチームメイトがさ、はい、なんか出てたやんか、こうひれ伏したやつ、はい、そうですね、はい、もう俺、まあ、はい、ね、ありがとう、ありがとう、ありがとうってすごいよね。もうだからすごいのは分かってんねんけど、はい、おととしのホームランはおととしのペースぐらいできて、おととしはピッチングの方がもう一つやったの。そうですね。で、去年はね、僕まあ担当させてもらってたからね、はい、テレ朝の土曜日の朝、はい、毎回大谷の話で、おととしなんて俺坊主までさせられたからね。まあ、ね、まあ、自分でしたんやけど、まあでもね、そう思うと、どんどん進化して、ね、これだけ WBC 行ってみんな疲れてヘトヘトなってんのにもかかわらず、一、はい、人だけ、一人だ、いや、吉田を忘れちゃいかん、ね、打率大谷がこれだけすごいから、はい、吉田をもっと取り上げてほしいんやけど、ね、吉田がもう負けてへんぐらい首位打者争いしてるし、ね、メジャー1年目で3割超えて首位打者争 い、うん、まあこの2人はもうちょっと異常なぐらいの、ね、ですよね、格違い、桁違い、はい、もう800億が本当目の前に迫ってきて、上がってくるじゃないですか。オーナーがもうこれトレード期間がもう今月、はい、いつ7月まで、ね、日本は7月いっぱいなんですけど、はい、メジャーはねちょっと今調べますね。もう、はい、もうでもそれは出さないわ、エンゼルス、まあ、出さないです。でエンゼルスもワイルドカードでね、フリーエージェントで来年から10年契約ぐらいで、はい、すごいことになるやろな、ね、まあ800億を超えるんじゃないかと言われてますから、すその資金が用意できる球団がどこなのかというところですね。今ファンドみたいにみんなから寄せ集めのオーナー多いからね、はい、うん、メジャーも7月末だそうです、ますか、はい、トレード期限は、まあ、はい、年内のユニオムチェンジいうことはないやろね。去年はねその話題もちょっとね、うん、そうやろな、はい、今だいぶ審議対絶好調や ね審議対と、はい、全てがこの3つ、いやだからもう、うん、アメリカの新聞ですか、まあ、いろいろありますけど、はい、そのうちの一つが、もう、もはや、もうこの時点で、大谷は MVP 争いの話題に終止符を打ったと。そう、もう決定時ね。はい、だって、おととしはね、はい、東海岸の記者、ヤンキースの記事っていうのはきついんよ、はい、東海岸。まだ認めてなかったんやで、ね。今年はもうみんなも、うん、もうひれ伏してる。はい、あの、チームメイトのね、はい、頭下げんのと、はい、今、記者まで、いやもう辛口の記者まで、認めないっていう論調がないですよ。ないよ。うん、で、今、ジャッジもね、うん、故障者入りで、はい、ホームランも止まってますから。ジャッジもね。はい。いやだからこれ、ホームラン王もね、もう十分可能性。だから、ジャッジが故障者リストでしょ、はい、これ、ピッチャーもやってるのに、はい、故障しないってもう、どういうことなんですか、どういうこということやね。はい。これね、17日の終了時点で、野手として、エンゼルスのチームでは、大谷は、うん、チーム13冠なんです。13冠、はい、まだチーム13冠ってね、はいはい、打率、ホームラン、打点、得点、安打数、三塁打の数、塁打、塁打数でフォアボールの数、盗塁数、出塁率、長打率、さっき言った OPS、あとこれが、WAR というのがね、どういうことですかね。何百億を契約してるチームメイト。チームメイト誰やったっけ、はい、トラウト。トラウト。はい、トラウタにいて、二人で打ったらトラウタにいて、アベックホームランのこと言ってたけど、はい、トラウトの年俸知ってるかっていう話やん、ね。MVP 何回も取って、ね。ちょっとさっき言いますね。WAR。うん、1年間で何勝分勝ちに貢献したのかを測る、うん、数値、指標ですね、うん。これも含めて13冠と。うわ、はい、すごい。トラウトの影も形もないやんか。うんね、なんかトラウトが、給料ね、多くもらってるのに、大谷の方が上に行くって。そんなことありますか。トラウトの給料の方が大谷の10倍ぐらいもらってるやろ。ですね。10倍以上。はい。だって大谷選手が安いんでね。そうやな。はい。いやー、しかしもうほんとね。はい、
いやーもう形容しがたいわ、もう誰も比べることできんもん、もう100年前のね、はい、まあ、でもそうか、伝説の人間を、今年は年俸43億ですね、うん、はい、トラウト大谷が、はい、で単年契約なので、うん、去年、その前の年までがねだいぶ安かったんですよね。それでも43億、うん、はい、でも金額だけ見たらとてつもないで、はい、43億って、はい、で、アメリカのスポーツメディアが各球団関係者らにアンケートを実施したところ、うん、FA になってからの契約なんですが、うん、最高額は11年契約で818億円、うん818億、はい、まあ、資産管理会社ができるはずやけどね、はい、年俸にするとおよそ81億円という、まあ、ですから投打で40億円ずつの価値があるってことですね。2人分ですよね。そう、だから俺もう一回近鉄入団の時に時戻してくれへんかな。えと言いますと、二刀流死ぬほど練習して頑張る。そうですね、本当ですよ。でも無理やな。無理ですか。ね、うん、でもできたかもしれない。燃え尽き症候群やったな、やっぱり。高校でですか。高校で。ピッチャーの方は。はい、契約金、もう親に全部あげた時にもう役目終わったみたいな。さあ遊ぶぞみたいな。そんな感じやったな。でもまあこれがね、金村さんがプロ入団が2000、例えば20年とかっていう時であれば、その選択肢もね、出てきてるわけじゃないですか。チャレンジすることはね、あったかもしれませんよね。いや、やっぱりもう時代っちゅうのは違うわな。違いますか、うん、うん。俺なんかもう、どこの寿司屋行こうとかな。車何買おうとか。何欲しいとかな。はい、パンチパーマは、はびきののヘアサロン松本に行こうとかな。もう、そんなことばっかり考えたもんな。でもそれが普通なんじゃないですかね。モテようとする努力は野球の何十倍したもんな。これだけ、まあ、無欲かどうかわかりませんけれども、欲の話が出てこない大谷選手っていうのは、ね、一体、ね、何に向かっているのかっていう。いや、だから野球小僧がそのままね、大人になってんねんけども、うん、そこに科学的に、その、食べることもすべて体にもう、はい、そうですよね。塩となんかしかね、化学調味料なんか一切使わないし、うんうんうん、ねえ。まあだからその徹底した自己管理、トレーニング。自己管理。ね、野球。1時間プレゼントするって言ったら睡眠っていう答えねえからね。ね、すごいですね。はい。まあ、到底、そんなところにはたどり着けないんですけれども、だからこそ見ててやっぱり魅力があると。いや、だからね、はい、もう野球の話は大谷の話はできないよ、誰も。ですね。はい、だから誰と結婚するっちゅう話は。そうですね。誰と結婚するっちゅう。その話も出てきませんからね、あんまり。出てこへん。だから俺、この間、仙台行った時にね、はい、久慈君が、はい、特別ゲストに大谷翔平のお父さん呼びましょう、はい、言ったら、やっぱり来なかったわね。そうですね。はい。なんとかね、接触を図ろうとしたんですけど、無理だったということで。はい、以上週刊いてまえニュースでした。金村義明のええ加減にせえ AM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしています。なんか新しいの、はい、ね、始まりましたね。ね、英語ね、英語でちょっと、そう、英語喋れるんですよ。そうなんです、ちょっとだけ喋れるので。あ、そう、英語喋れるの、はい、何級、何級、9は取ってないんですけど、英検は9ですけど、英検取ってない、英検取ってないんですけど、TOEIC は880点ぐらい。880点すごいですよ。なので満点990なんですけど、ほんなら一人で海外旅行も行ける。あ、もう全然大丈夫です。はい、はい、なんかニュースしゃべる、についていったよ。私だからタムケンさんのやつ見てもほんま私あれやりたいなと思って、横でタムケン頑張ってるもん ね、あれ元気もらえますよね、タムケンさんのやつ、うん、ね、アメリカ生活ね、うん、そう、俺もね行くたびにね勉強しとったよかった。でこう喋られへんのがもうね、つながれへんのがもうイライラするやん、ね、言いたいことと、画面見てても、うん、訳が出てるじゃないですか、うん、日本語の文法と逆なんで全然もんな、分かんないんですよ、もう。いや、だから外国人選手、うん、選手なんか来たり、俺よう喋ったりするの、ボディーランゲージをやりながら単語並べても結構通用するからね。そうですね、それはね、うん、確かに積極的にね、文法使えなくてもね伝わるんですけど、うん、そうです、まあ、それ以上先に進めないっていう。はい、羨ましいわ、喋れる人な、ね、メッセージご紹介します、はい、名古屋市からいただきました。名古屋のジャイアンさんです、はい、昨日奈良での金村さんのイベントに参加させていただきました。金村さん、栗橋さん、野球界を離れられて20年以上なるのに、未だに当時の面白話や懐かしい話で往年のファンの気持ちをしっかりつかめるなんて本当にすごいです、うん、参加者の皆さんはほとんど中年以上のコア感をにじませた方ばかり。サインを書いていただくも、いただくものも昭和50年代のファンブックやカードなどなど、うん、それを配
拝見するだけでも一見の価値がありました、うん、私もどうしても金村さんにしていただきたかったボールにサインを頂戴しました、うん、そのボールは当時の近鉄の練習ボールに扇監督、阿波野さん、ブライアントさんの直筆サインを書いていただいており、ボールの4枠の後一枠だけ開けてあったものです、はい、89年の優勝メンバーのサインで埋めたかった大切なボール、うん、いつか金村さんに書いていただきたいと願っていました。その念願が昨日やっと叶いました、うん、本当にありがとうございました。ずっと家宝にしますと、うん、はい、30人、まあ、狭いキャパで ね、30人、はい、30人だから60名の方が、ね、うん、そうですね、一部と二部で、まあ見事に女性2人、はい全然、はい、私あの我々も二部の方で、はい、女性、あ、女性いらっしゃった、いらっしゃった、はい、もう、はい、あのちょっと、ね、年齢も若くなかったんで、はい、下ネタも言っときました、はい、やっぱりその辺は見てこういろいろ判断するんですね。そうそうそう、いいんじゃない、いいんじゃねえか言ってくるさって言うから栗橋さんが、はい、なるほどね、はい、まあでも念願のね、うん、それ大事にしていたボールで、でもね、ここすごいよ、はい、B クレイジーって、はい、福本さんもいらっしゃってるし、 そうですね、その前は鈴木啓司さん、はい、ね、うん、僕ら小物は2人やけど、大物は1人で、はい、余計なこと聞くなっていうあれもありーの。あ、そうなんですね。そうそうそう、みんな緊張したやろね。ね、まあ結構定期的にね、そのイベントをされてるということで。そうそう、あの野良犬、はい、愛子たけしまで来てたいう、ね。なんか結構ね、今後のラインナップ聞いたら、そうそうたるメンバーが。そうそう、次はね、はい、森脇さんが元オリックスの監督のね。はい、ですよね。はい。なので、まあまた皆さんね、興味ある方は調べて、うん、行っていただいて、はい、楽しみにしていただきたい。間違っても最大時の方行かんようにね。はい、ですね。4時です。夕方もポチッとMラジポチー、枚方の車工房カースタジオ5の提供でお送りします。お便り、ええ加減にせえ、会社でお店でご家庭で身の回りで起こったええ加減にせえなエピソードを吐き出し、少しでもスッキリしてでしていただこうというコーナーです。最初はこちら、ええ加減にせえ、豊中市のパート主婦は見たさんからいただきました、はい、私はお蕎麦屋さんでパートをしています、はい、老舗のお店で、うん、うちは現金しか使えません、はい、先日ボロボロの千円札を出すおばあさんがいました。さすがにこの札はちょっととお断りしたんですが、はい、これしかないねん、テープで貼ったらいけるやろ、ああ破れてる感じか、破れてるのか、しぶしぶ店主が受け取りましたが、うん、私は見ました。そのおばあさんの財布の中には綺麗なお札がたくさん入っているのをええ加減にせ、なんでやろ、なんか、まあ、なんか消費したかったんじゃないですか、ね、そうですよね、なんか銀行行ったら書いてくれるのにな、あ、そうなんですか、そう、破れてるやつでもちゃんと、7割かなんかあれやったら書いてくれるよ、はい、あ、その手間もめんどくさかったんじゃないですか、そうですよね、まあでもたまにね、別にそういうあの、まあ、くしゃくしゃのお札を使いたいじゃなくて、1万円崩したいなっていう時って、出して財布の中に1000円があるのを見えないようにする自分とかいるじゃないですか。まあ、俺、あの、はい、俺そういう時は謝るけど、ね、はい、ちょっとすみません、大きいのしかないんで、うん、いいですよ、ね、はい、ね、うん、まあでもタクシー乗る時だもんね、うん、みんな言う人多いですもん ね、あ、大きいのしかないんですとか、そうそうそう、ね、うん、タクシー確かによくなんか細かいの、うん、ね、いる人いるじゃないですか。でも一回東京で、はい、本当に東京駅で降りた時に1万円しかなくて、うん、え、1万円って言われて、うん、お釣りないんだよなみたいな、え、で駅前で、うん、両替してきてって言われて、え、そのパターンもあるんですか、私が行くの行かされました、最初に言ってほしいですよ、乗る時にでも八重洲口のところコンビニまで行って、うわ、えらいなそれ、はい、連れ出してボコボコせんと、いや、なんぞ、なんでアウトやもんな、なんで二択のもう一個の選択肢がそれなんですか激しいもう記者会見せなかもんな、ね、いやいや、まあ、それもせやねんで、うん、すいませんって泣きながら、なんかいろいろおかしいしてないです、いろいろおかしいしてないしてないし、で記者サラリーマン記者会見しませんし、で番組の中で謝りませんし、ね、マサさんが一緒になって頭下げて泣きながら涙もろいから見たくない、そんな見たくない、それなんか夢の中の話もありませんかまあでもね、はい、まあまあちょっと、うん、もらう方からするとね、破れてたりするとね、でも関西と関東のタクシーのドライバーはもう完璧に違うよ、はい、あ、違います、うん、関西のタクシードライバーさんの方が大まかに言うと気さくな人多いね、なるほど、関東はやっぱり最近女性も増えたしね、まあ、そうですね、うん、で全然喋らないですね、やっぱり関東の ね、 東ね、運転手さんは、そう、関西の人はよく喋りますね、はい、
この間、今日も乗ったら、はい、この辺なんとこやろって。ちょっとバレてる。どこやろって。あの、長崎じゃ、あ、茶山接骨院、そうそう、言って。まあ、こっちは覚えてないけど。俺覚えてないけど。ね、長崎じゃ行って、あ、この間のとこな。バレてますね。まあ、時間帯とかが似てるとね、乗るタクシーも一緒のことはありますけどね。そうですよね。はい。まあ、でもたまにあの、なんて言うんですか、ちょっと、お店なんか、なんか、印をつけたお札みたいな。ペンがちょっと滲んでたりとか。ありますよね、なんかあれもね回ってくるとね、うん、次使うとき自分じゃないですか、うん、なんかあんなも嫌ですけどね。確かに確かに。あれだからね、僕らでも寮なんかでね、はい、僕の財布からだけ盗まれてた時はね、そのマジックつけたろうかなとか思ったけどね、後、まあ、つくようにね、まあ、うん、高通力が今ね、はい、YouTube やって、うん、もうそれでマジックにつけてたやつは犯人見つけたとか言って、はい、すごい。それはそれで本当にやったらすごいですね。でもやっぱりね、ああいう団体生活とか、うん、ああいうのになるとね、必ずね、出てくるんだよね、まあまあ、12球団あったら12球団もほとんどそういうのあると思うわ。ただもう団体生活ってもうプライバシーがないじゃないですか。確かに。お金あるけどもなんかそうやってしまうよね、うん、な、よくないですね。良くないですね、まあ、絶対やったらダメなんですけど、はい、ただまあでもお金でいくとね、うん、その効果も新しくなったらね、すぐ自動販売機で使えないし、うん、そうそう、なんかあれ今新500円使えそうな、全部買ってくる、使えないですよね、全部買ってくる、ストーンと落ちて、なんでなんと思って、買えるんだったらそこも買えてくれよって思うんですけどね。どこ行ったよ2000円札ありましたね。あったよ。あれでも今回収してるんじゃないですか。そうなんですか。どうなんですか。だって使えないですもんね今。え、使えないんですか。使えるんですか。どうなんですか。知らん。いやでもなんか民意、2000円札自体が使えるんです、ね、2000円札自体が民意や、はい、でも一回大学時代にアルバイトした時にそれも見た時に使われへんと思って、うん、なんか場所によってはびっくりしちゃって店、いやどこやったかな、あんなね、なんか、うん、でもね、あんなあの知念コインとかうちあったんやけどな、はい、万博の、はい、あんな買うやん、はい、で亡くなった親父があんななんか集めんのが趣味でな、うんうん、どこ行ったやろな、好きな人いますよね、おんねおんね、はい、うん、ほんで500円のそのオリンピック昔のだから記念硬貨やな、はいはい、だから、うん、昔っていうと1964年の万博のやつとかな、はい、うんうん、でなんか天皇即位の何年とか、はい、ああいうのもあるやんか、はいはい、まあ記念でね、記念で出ますよね、欲しいやけど、うん、うちの親父やっぱりあの額なかったからかな、上がる思って買ってたんかな、まあ、もうそういう全然上がってないもんな、そういう思い、昔のさ、ありますよ、だから100円札なんかでも値段変われへんやん、はい、置いとったのところでな、うん、ギザギザの10円玉でなんかそんな集めたら ありましたね昔、うん、上がるいうのあるけどな、はい、ね、まあまあちょっとお金はね、まあ現金を使わないですから今なあ、キャッシュレスになったみたいもんね、楽天、あ、だって楽天の中で買い物されました、モバイルパークで仙台行った時、うん、楽天の球場内はキャッシュダメなんです、うん、キャッシュダメな、もういわゆるその電子マネーのみ、その売店も全部、あ、そうなんや、で、まあ、それは別に楽天の、うん、いわゆるキャッシュレスだけではなくていろんな幅広いメーカーがあるんですよ、うん、使えないものもあるんですよ、うん、基本グッズ売り場からその売店から何か全部キャッシュがダメ、キャッシュ使えない、ペイペイはいけんのよ、はいはい、とかいろいろ、うん、あの使えるキャッシュレスはいっぱいあるんですけど、進んでますね、はい、現金が使えませんってことです、全部もう現金いらんようになっていくんちゃう、はい、なるかもしれませんね、僕の友達もそのね、はい、指輪でコロンとする、ね、はい、指輪で、指輪、指輪にそうセンサーがついてて、指輪の中にそのデータが、はい、iPhone と連動してて、うん、3万円とかそういうのを入金しておいたらシャリーンってするだけで、はい、うん、決済できる、すごい時代ですね、はい、続いてはこちらです。いい加減にせい。京都市からいただきました千尋さんです。先日私に降りかかったええ加減にせいの話を聞いてください、はい、京都の某交差点にある駐輪場に停めていた自転車を清算して取り出そうとした瞬間、うん、私のそばに若い男子が立っていて、いきなりさっきそのリュックがこの配達カバンに当たったんやけどとクレームをつけられました、うん、その男子はバイクで配達途中らしく、食べ物を入れているカバンが私の背負っていたリュックに当たったとのこと、私自身には何かが当たった感触は全くなかったのと、うん、私のリュックに当たるってことは私の背後を通り過ぎる際の前方不注意と理解したので、その旨言い返した上で変な言いがかりつけんといてと言い放ちました、うん、相手も収まりがつかなかったのか、最後は気つけてやとだけ言い残して配達に向かいましたが、うん、ほんま変な言いがかりにもええ加減にせえですと、どういうことなんやろ、うん、ウーバーの、まあ、ウーバーの子かな、まあでもそういうことなのか、もしくは違 うものなのか、今でもウーバーだけじゃなくていろんな、はい、あるもんな、はい、ね、うん、でもまあ
まあでも言いがかりがなんか、うんね、でも電車でねリュックってあの後ろに背負ってる人って、うん、後ろの奥行き全然知らないじゃないですか、うん、思いっきり当たってきますけど ね飛行機でも、はい、飛行機で早めに乗ってたらな、はい、もう当たっても腹立つわあの幅がねどうしても飛行機は狭いんでね通路の、うん、おるよね、うん、そういうの、ね、今リュック流行ってるもんな、まあ、でも結構ねやっぱり、うん、あの男性サラリーマンの人とかは、うん、電車乗るときに前にこうねそうリュック付け替えて、うん、両手上げてとか、うん、もうできることしっかりやってる方もいるんですけど、うん、中にはとてつもない大きなリュックでね、うん、もういろんな方向向くから、うん、いろんな人に当たってる人もいますし、うん、まあまあねその辺はちょっとこう難しいです ねどっちがどうだったのかっていうのはそんな強く言われたら私も、うん、あすいませんってなんか受け止めてしまうかもしれない言い返せないかもしれない、うん、そう英語で言うたったらいい逆にね確かにね言い返すのをねあでもその英語で言うとやっぱキャッチのお兄さんとかに絡まれたりとかした時はなんか外国人のふりするとかはよくやってましたけど、うん、これはよくやってたんですよよくやってましたねよくやってたよくやってましたなるほど、ね、もう日本語喋れませんみたいな感じで、はいはいはい、そういう時はなんていうの英語であ、ノー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 ジャパニーズって言ってて、うん、まあそれぐらいだったら俺でも言えそうですよねそれぐらいだったら俺でも言えるわなんかもうあかんこの人はもう日本語無理だみたいな英語は使わないの、ね、それはまあもっとバーってマックしたてるような感じそんなことできないんですよえ怖くて自分もできないやかましい向こう行けっていうのはなんていうの、うん、そうゲラウェイゲラウェイって言います、うん、あそれも言えそうですねそれも言えそうやな、はい、ゲラウェイでも金村さんがゲラウェイって言ったらなんかいけるね、はい、いけますよいけます、いけますタムケンでもいけんねやったら俺もいけるから、はい、行きますアメリカいやいや金が続かないいやいやまあ確かにね、うん、お金はかかりますからねはい、はい、ということでお時間となりました金村さん今週一番印象に残った激おこ大賞を選んでくださいまあ今、まあ、リュックが当たったと言いがかりをつけられた千尋さんね、はいはい、どこの交差点やろな、ねね、京都の某交差点です、うん、ということでおめでとうございます千尋さんですはい千尋さんには番組特選ひんやりグッズもお付けしますおこっちゃやーよさあ来週は紹介された方全員に500円分のクオカードをプレゼントする月末ラッキーウィークですたくさんのご応募お待ちしています宛先はメールいてまえアットマーク mbs1179.com まで番組公式ツイッターはアットマークいてまえ1179ですこちらでも受付しますぜひフォローしていただきハッシュタグええ加減とつけてつぶやいてください以上お便りええ加減にせいでした金村よしあきのええ加減にせ AM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしていますイッツはスポーツワールド毎週スポーツに関連したある世界の最新情報を紹介しながらみんなでワイワイおしゃべりしていこうというコーナーです、はい、本日はこちら球界新ニュース交流戦の優勝の行方は DeNA、ソフトバンク、楽天の3球団に絞られました。DeNA が今日18時から日本ハム戦で勝つか引き分けると球団初の交流戦優勝。で、負けた場合、条件次第ではソフトバンクと楽天にも優勝の可能性が残っているということで、うん、まあそれが終わりますと金曜日からペナントレース再開ということなんですが、うん、まあ半分まだ過ぎてませんので、ね、次の一区切りが金村さん、オールスターブレイクですね。はい、いつですか今年は7月の20日ぐらいですね20日ぐらい、はい球場もね2試合でしょ、はい、そうですね、はい広島かな今年は、はい、バンテリンが先で、はいその後松田ですね、はいはいはいま、そのもう一つの区切りに向けてまだまだペナントレースの行方もわからないんですけれども、うんまあさまざまな日本プロ野球界に、はい日々ニュースが飛び込んでいるということで、うんいろんなイベントも含めてご紹介していこうかなと思っておりますが、うん次の区切りといっているオールスターファン投票、うん、はい、はいこちらですね、話題からお伝えしていきますけれどもマイナビオールスターゲーム2023、ファン投票昨日18日に締め切られまして、うん中間発表の結果タイガースの救援ジャックが話題になっております。はい。ねはい、圧倒的にね、ファンが、ね、そうなんです多いからね。セリーグのファン投票、すべてのポジションで阪神の選手が1位を獲得し、外野手部門も2位に広島の秋山選手がいるものの、うん、1位、3位、4位が阪神の3選手と。
ということで、今日15時時点で、先発1位村上頌樹、中継ぎ1位岩崎卓、抑え1位湯浅敦樹、そして、キャッチャーが梅野、一塁大山、セカンド中野、サード佐藤、ショート木浪、外野、近本で広島の秋山のとノイジー森下と、まさにファン投票というね、ファン投票なんですけども、これはもう決定したの、ね、ファン投票はでももう締め切りですから、うん、今の時点で最終的にもっと集計されて最終結果が出ると、今中間発表、中間発表やろ、はい、これまた変わるかもしれんね、他のファンが慌てて、ま、昨日の時点でやっぱ DeNA 好調ですから、そうですね、まあなんせ佐藤より宮崎の方が下っていうのが、ファンのやっぱり力かなって。それはそれしかないもんね。思うんですけど、まあもちろんその昔はね、組織票でちょっとね、はい、話題になったこともあるよ。日本ハムが全部組織票でね。そうなんです。そこなんです。今日ちょっといろいろお伝えしていこうかなというのは、はい、過去にも1球団が救援をジャックした例があるということで、そうそうそう、今金村さんがお話になったように、うん、1978年日本ハム、9、うん、ポジション中8つを独占、うん、当時日本ハムの本拠地だった高楽園球場で第3戦が行われるということで、球団側がファンクラブの3万5000人に投票用紙を5枚ずつ配ったことが原因だったと、はい、ファン投票の公正さを欠くとして日本ハムは2選手出場辞退と、はい、いうことになりました、うん、はい、だから僕らが現役の時っていうのはね、もう本当、はい、どうやろうな、黄金期の西武言ったらもうずらーっと選ばれるしな、まあ、オールスターなんていうのはもう、もう休みの時は思ってたもん。でもそれで監督推薦があったんで、はいはい、その監督推薦ももうパリーグ決まってたもん、はい、もうサード言ったら石毛さんと松永さん、はい、松永さん、ね、で松永さんショートもできるし、はい、ほんならもう俺なんか出られへんやん、はい、いうようなな、うん、でそれでね、もう諦めてて、はい、もうなこう興味もないわ言ってたら、大木さんが、はい、お前来年頑張れ言って、うん、来年のオールスターの監督誰や思ってんねん、はい、あ優勝したから、はい、あ大木さんや思って、はい、うん、選んでもらえる、めっちゃ頑張ったよ、はい、ほんでパリーグ2位の打率で選んでもらって、はい、もうオールスター横浜スタジアムかな、女房と子供連れて行ってさ、グランドホテル泊まったら新館工事で寝られへんわけよ朝お前長男と二人で7時ぐらいからもう8時から体操始まってな、はいはい、俺昼間寝よう思ってんねん、ナイターやから、はい、そうですね、うん、ほんだらもう8時からラジオ体操して、はい、あの作業員の人がカーンカーン食い打ちや、はい、ほんだら山下公園で鳩大手やな、もうヘトヘトや、はい横浜スタジアム先発、はい、で俺横浜スタジアム大好きやね、明るいし、はい、で向こうはジャイアンツの斉藤正樹、はい、日本のエースや、向こうの ね巨人の20勝投手が出てきて、はい、タイムリーヒット打ったやん、はい、と前ほんなら夜は四川飯店で、はい、もう親もみんな招待して、うん、そこで中華食って飲んで宴会や、ほんなら次の日は移動ゲームやね、はい、飛行機で今度は福岡、あ平和台で、野茂対落合、はい、与田対清原みたいな、うん、ほんでバッティングピッチャーブライアントに投げたら、ちょっと小遣いくれるから、はい、でブライアントに投げたったらホームラン競争ね、はい、お前の球打ちにくいって真剣に、ね、ほんでもうヘッドヘッドだったわ、はい、もうヘッドヘッド、ほんで福岡で子供プール入れて、後半戦からドスランプ、大スランプがやってきたわ。それ後にも先にももう二度と出たないって、はい、まあ二度と選ばれることもなかったけどね。まあでもやっぱりね、出る選手は一握りですから、出ない選手たちはそこに家族旅行っていうのがね、そうそう、もう例年本当に、はい。だから西武なんかはね、しっかりしてたからね、石江さんと辻さんがね、はい、オールスター出てる人で、別で練習、ガンガンやってたもん。あら、すごいな、すごいですね、うん、それはね。結構家族旅行に当てる球団多いと思いますけどね。そう、はい、で、選手出ない人は休みで温泉行ったりな。うん、はい、温泉先で、こうね、いつもは、うん、俺温泉好きやから、よ、はい、そこでテレビ見てたな、うるさの。で、まあ、球団ごとで行く場所って結構似てきて、うん、ね、どっかのプールで一緒になったりとか、そうそうそう、温泉で一緒になったりとか、ね。まあ、阪神なんか有馬多かったよね。ね、はい。まあ、そういうね、まあ、過去にも、日本ハムが救援ジャックというのがあったんですが、他にも2014年に広島がカープ女子効果というのがありまして、うん、はい、ここからやっぱり女子ファンが、どの球団も増えてきたんですよね。でも今年はセリーグはこれ、見事阪神ジャックやな。そんなことなるんですね。これジャックやで。はい。うん、ね、全部ですか。全部やんか。全部ポジションですか。逆に秋山さんやりにくいですよね。いや、まあ、あくまでもファン投票なんで、まあね、ここから選手間投票と、あと監督推薦が決まっていって、まあ、
ほぼほぼやっぱり成績をね、残してる選手は出るようにはなるんですけども、うん、あくまでもファン投票で根強い票をタイガースの選手がいただいて、幸せやな、はい、これだけファンが押してくれたらな、ね、2014年のカープは11ポジション中8人が選ばれると、うん、でファンからやりすぎの声が出ることもありました。でもっと有名なのが不正投票事件、うん、川崎祭り、はい、2003年中日川崎健次郎投手に対して大量の不正投票がされる事件が発生しました、川崎投手は2001年に FA 権を行使してヤクルトから中日へ移籍したんですが、怪我により3年間一軍公式戦登板できなかったため、インターネットの掲示板の利用者たちが川崎投手への嫌がらせとしてファン投票で先発投手部門1位を獲得させるため組織票を大量に投票したと。うわだね、この嫌がらせもなかなかですね、ね、その結果川崎投手ファン投票1位に選出されたんですが、これを辞退して阪神の井川投手が繰り上げで選出されるということになりました、うん、運営委員会が調査したところ1台のパソコンから半日で1000票以上投票されていることが判明。この事件を機に翌2004年からインターネット投票は会員登録制で上限を定めまして、選手側にもシーズン成績による選出基準が設けられることになったと。はい、いうことで、まあまあまあそういうことが起きないとまたルール改正っていうのはね、そう動きませんからね。はい。でですね、もう一つ話題となったのがルーキーの活躍というのが阪神ありまして、うん、今回も最多得票阪神近本選手62万票なんですけれども、近本選手はルーキーイヤーの2019年にファン投票でオールスターに出場、サイクルヒットを達成、大活躍で MVP を獲得、過去にルーキーでファン投票から出場して MVP を獲得した選手は他に3人いるんですが、1人目は1980年の現在岡田監督、岡田彰布さん、で2人目が1986年の西武の清原さん、そして3人目が1998年中日の川上憲伸投手、はい、前半だけで8勝です、ね、なるほどね、はい、直前の阪神戦で完封勝利をマークしてから中3日で第1戦に先発登板して3回2安打1奪三振無失点の好投で MVP、 今じゃちょっとなかなかこれはないですね。ないよね、完封中3日でオールスター、うん、しかも1イニングならまだしも3イニングって、うん、監督が気使うよ ね、すごい時代ですよね、うん、はい、まあそれだけオールスターって名誉なことっていうような、ね、感じやったからね、はい、うん、でも近本覚えてるね、雨の中ね、はい、甲子園でやってね、はい、うん、あのでもサイクルヒットはどうかな、うん、いうようなね、ちょっとまあ、あのボールの処理に手間取ったというね、そうそう話も出ましたけれども、うん、まあまあお祭りなので、うん、いいのかなと。お祭りやもんな、ですよね、うん、だからセ・リーグでいくと古田さん以来だったんですよね、あれ、そうそう、サイクルヒットが ね、はい、まあ、僕はジュニアオールスターでやったんやけどな、ね、はい、今はフレッシュオールスターっていうの、はい、今フレッシュオールスターです、はい、僕らの時はテレビ中継やったんやで、ウエスタあのジュニアオールスターゲーム、あの、ね、ジュニアオールスターゲーム、テレビ東京で、資生堂がスポンサーで、あ、そうなんですか、うん、だからホームランしてタクティクス1年分とか、はい、へブラバス、ブラバス1年分言うから、うん、俺もう単純やから、はい、365本もらえる思ったら、はいはい、違う違う言って、あんなあんな化粧品なんか1日1本使うわけない、ね、1日使う量に対して1日使う量に対しての計算やけども、はいはい、あのセットで箱に入っただけやったわ、はいはいはい、まあ、大体ただ賞金と、はい、ほんでね、もう裏の話、昨日のね、はい、ああいうあのイベントでもね、イベントの話みたいな話になってしまうけど、はい、本当はね、な MVP 取るなんかもう考えても言ってないわけよ、はい、ならね、金がなかったから俺、俺、うん、用具費とか払って近鉄から行くのにね、はい、その時に何人やろな、近鉄の監督やってる、前年で、はい、坂本文次郎さんと、はい、俺と野田運平さんと亮からね、うん、で何人かでこう谷崎さんと行って、はい、で人工芝用のスパイクもないんやから、うん、香川さんのサイズちっちゃいスパイク借りて、はい、ほんでバットはね、練習でバット打ったらね5000円くれんね、はい、折れたバット、うん、打球練習で、はい、それから俺セコイから日本日々入ってるやつ入れて折れるように、折りやすいように、ほんで1枚もらおう思ってほんなら日本折れた、あ折れた、あ折れたって、ほんで自分のもう一本のやつも折ってもたんやお前3本折れた言いながら1万5千円はゲットとか思ってたら、はい、試合で先発やんか、6番サード、はいはい、使うバットあれへんやんサードないするやん、
これ借り物の、はい、人工芝居のスパイクも香川さんに借りて、はい、で同期の広島の及川さんと、ね、あの斉藤さんの、こう言って、うんはい、まあ僕全国優勝してるから、他のチームの人には、やっぱり、可愛がってもらって、まあ、顔はね、知られてますね。顔知られてるから、お金、金、言って、年上の人でも、ね、可愛がってくれたよ。味方のチームだけが可愛がってくれんかっただけで。可愛がりが。可愛がりが。ね、手薄ね引いて可愛がられて。そんな感じやったから、SSK のバット借りて。それでサイクルヒットって。そうなんですか。そう。全部借りもんや、スパイクも。グローブだけや、俺の。ほんなら、ウエスタンリーグの全員が、まあ、俺の祭りみたいになって、金村祭りや、って、はい、サイクルヒット、打撃賞、ホームラン賞、全部賞、独り占め。ね、借りたもので。100万円、特別サイクル特別賞で資生堂が30万円、はいはい、その日につけてくれて、ほんで、ホームラン賞、はい、ね、三塁打賞、打撃賞ってさ、はい、139万円。1万5000円。みんな、しらけた顔して、はいはいな、バットもらっていいですかってやるわ、言われて。SSK のバットもらって。ほんで、それプラス139万プラス、折れたバット1万5千円。締めて200万5千円。ああ、はい。それいただいて。はいはい、もう、みんな、はい、もう、チームメイトなんかみんなバラバラやんか。はいはい、全然おもんないわ、みたいな顔して、表彰式も。ほんで、俺横浜大好きになって。はいはい、次の日、もう。横浜の中華街でもう、なあ、うん、もう、大喜び、知り合いがね、おったんや。まあ、引っ提げて、ペナントレース、一軍に。一軍に上がったんや。はい、ほんだ真っ暗けの、はい、真っ暗けじゃない、薄暗い日生球場でな、はい、西武戦で4-3-4。4-3-4。はい。で、ほんで、バッティングコーチに頭殴られて、風呂場で、どうやったんや、言ったら、あの、松沼。はい、音やん、音松さんの、はい、まっすぐが、まっすぐが浮いてきました。あんたらい。上手投げが浮いてくるかい。って言われて。全部巻いた感じでね。全部下巻いた感じでな。何を言うとんねん、この脱線は。はい、今年のオールスターは7月の19。19。19日20日。でも、はい、バンテリンドームで中日ドラゴンズの選手が一人も出へんかったら、これちょっとな。まあでも成績、まあ大島せ、まあ細川選手選ばれました。細川は出してあげて、はい、絶対出なあかんわ、はい、絶対それはもう、もう細川が複数安打打った試合しか勝たれへんねんから、はい、今、まあ、あの選手間投票とか監督投票、あ、監督推薦はこれからですし、ファン投票の最終結果は28日で、選手間投票の結果が30日、監督選抜を含む出場全メンバーは7月の5日に発表されるということでございます。しかし改めて阪神の凄さ、いや阪神ファンの凄さですよ。阪神ファンの凄さね、はいはい、去年までやっぱり鬱憤が溜まってたからそうですね、爆発したみたいね。去年は出足からずっとこうね、10連敗やね、沈んでましたからね、うん、はい。さあ続いてなんですが、共に背番号20番昭和のオールスター戦にも花を添えた偉大な2人のピッチャーが、お亡くなりになったというところでございます、うん、まずは北別府学さん、はい、赤ヘル黄金期を支えた北別府さんなんですが、広島東洋カープで活躍し、まあ、現在病気で療養中だったんですけれども、北別府さんが16日広島市内の病院でお亡くなりになったということです。65歳でした。はい、北別府さんもともと宮崎県立都城農業高校から1975年ドラフト1位で広島東洋カープに入団、78年から88年まで11年連続2桁勝利、うん、広島の5度のリーグ優勝の大黒柱として活躍、球団史上初の200勝達成、球団初の1億円プレーヤーとなるなど、まあ、球団の顔ですよね、うん、はい、カープの顔として、だってもう開幕言うと、はい、ペイさんって北別府さんって決まってたもんな、はい、ね、プロ19年で213勝141敗5セーブの成績を残しました。まあ、中でも北別府さんを、まあ、ね、表現する上で制球力というのが出てきて、まあ、精密機械という異名が、うん、もうとにかくアウトコースとインコースのね、はい、ベースのいっぱいぐらい出し入れするんやから、ね、もうオープン戦でしか僕ら当たったことないんだけど、はい、必ず開幕前のね1週間前に広島と組まれて出て、はい、早いね。あ、そうですか。ペイさん出てきたらもう大体1対0か2対1か、はい、もうそれぐらいの試合になる。スイスイスイということ、ね、開幕前だからもうね、はい、1週間前の試合には必ずもう、それで開幕投手ってもう分かるわけやから、そうですね、はい、うん、早かったわ、うん、あの球はね、だからバッターを打ちに行かれへんわけよ。コースいっぱいが今の村上頌樹のいい時みたい、はいはい、だから簡単にストライク取るやん、うん、
簡単に村上も、はい、そうですね、内外、ね、内外低めに、はい、あんなバッターからしたら初球からあんな打ちに行かれへんで、はい、じゃあ気づいたら追い込まれて、そう、はい、あっという間に追い込まれて今度ボール球振らされたりね、はいはい、そういうタイプ、ね、うん、バッテリーを組んでいた達川さんもミットを動かさずに取れるという評価をしていたということで、うん、そうそう、構えたどこ組んねんからね、うん、投球フォームが美しくて広島大学の研究者さんが、うん、北別府さんの肩の動作解析を行ったところ、力学的にもどこにも無駄な力が入っていない、うん、自然な肩の回転に驚いたというエピソードもあると、キャッチボールしてるみたいな投げ方で、うん、なってくんねん、理にかなった投げ方だと、うん、はい、でも65歳か早いよな、そうなんです、まあ、僕同期の津田さんはねもっと早かったけども、はい、うね、はい、うん、もう伝説の投手やもん ね北別府さんと津田さんといえばね、はい、もう北別府さん多趣味で知られておりまして、クルーザーを所有するほど釣り好き、はい、であと、まあ、農業高校出身なので、うん、自宅で家庭菜園を、していたということなんですが、それ知らんかったな、はい、うん、まああまりね、その広島以外だとそういう番組に出てる姿ってね、うん、我々見ることはなかった、ね、広島に行くとね、やっぱり解説も含めていろいろ出てるよね、ね、なので、まあ、広島に行った時っていうね、うん、印象はすごくあるんですが、まあでもその200勝投手ってもうこれから出ないってね、うん、言われているぐらいですから、うんうん、カープ一筋19年、まあね、ほんと惜しいよな、65歳やもんな、うん、ほんと俺もあと5年やもん言ってもな、はい、お母さんより一つ下くなるのかな、うん、ですかね、そうやな、はい、うん、でもう一人亡くなりになったのがフォークボールの神様杉下さん、杉下さんね、はい、中日のエースで監督も務めた杉下さんが今月の12日肺炎のため亡くなりました、うん、97歳、大往生やね、そうです、大正14年生まれ、杉下さんは1949年に中日に入団、日本で初めてフォークボールを投げ、フォークボールの神様と呼ばれたそのフォークボールを武器に、3年目の1951年に28勝13敗で沢村賞と最多賞のタイトルを獲得、1954年には32勝12敗でピッチャーのタイトルを総なめにしまして、MVP 沢村賞も獲得してチーム初の日本一に貢献、32勝ですよ、そうよね、20貯金作るんですよ、でも元気やったよ、いつもキャンプ行ったら、ね、どのキャンプにも、はい、うん、12球団僕ね2000年からスタートして回った時にもう杉下さんとしょっちゅう一緒になってね、はい、よう野球の話聞かせていただいて、杉並区やね、あ、うん、まあ、近いしね、はい、でちょうどうちの長男と杉さんの孫が同級生で、そうですか、うん、で高校どこやんねんとかいう話をね、うん、はい、うん、やってて、で杉さんの孫は堀越行って、はい、うん、で推薦してやるよとかいろいろ教えてくれてね、うん、はい、でピッチャーあれ見てみとか言いながらね、うん、もっともっとカーブをねピッチャーは掘った方がいいって、うん、ドロップを、はいはい、あれでまっすぐの腕の振りも良くなるから、うん、俺はフォークボール神様言われたけど、うん、フォークボール1試合で何球も掘らないよって、へ、うん、まあ、初めて投げたからそれがやっぱりね、こう言葉として、うん、ね、で1試合でね5球とかそんなもんだよって、うん、あるあると思ってて俺大体カーブだよって言ってた、うん、でももう中日のキャンプになると座らないもんね、立ったまんまで、で藤川球児はもう必ず挨拶行ってたもん、ね、ね、はい、お現役の時からね、はい、休みの日になったら中日茶壇行って杉さんに挨拶行こう言って、はい、うん、ね、まあ、とにかくいろんな方にどの球団でもどの選手でも、まあ、そのフォークボールのみならずね、うん、いろんな指導をされたという、甲州街道の横にね、すごい豪邸でね、もういっぱいね貸しマンションとかあって杉下街道と言われてる、一番、ね、9階で一番のね、資産家やと言われるぐらい、そうそうそう、だからその横の公園で塚山公園でうちらの息子が少年野球してたから、はい、俺いつも杉下街道行って、うん、すごいなーって言って、うん、これ全部杉下さんのもんかとか言いながら、でちょっと冗談言ったりしてたよ、はいはい、金貸しくないよとか言ってまあでも引退後中日阪神などで監督コーチを歴任されまして、うん、90歳を超えても臨時コーチ現場で指導に当たったということで、うん、通算成績は11年で215勝123敗、防御率が 2.23、 1761奪三振、11年です、ね、ゴルフもやられてたよね、はい、ずっと埼玉のね、どこやったど忘れしたけどね、そこの理事長もやられててね、はい、うん、浦和学園か、浦和学園の理事長俺の友達だとかね、はい、うん、もうその本当顔広かったしね、もうし
とにかく腰が曲がらないんだから、ね、背高いですね。シュッとして、はい、こんなスタイルいい人見たことないいうような人だったんだな、97歳と7歳、はい、いうことで北別府さんそして、杉田さんともにお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りしたいと思います、はいはい、ということで今日は球界新ニュースというテーマでお届けいたしました。 It's a Sports World のコーナーでした。金村芳明のええ加減にせえ AM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしています。さあメッセージご紹介します、はい、こちらは愛知県からいただきましたささっちさん、金村さん皆さんこんにちは。こんにちは。ですね、6月初旬に注文したコンコラソンさんのカネコン、はい、この週末に無事に手元に届きました。ああよかった。この商品で改めて驚いたのは、ま、生のままでも食べられ、うん、みずみずしくとにかく甘いということ、うん、父の日のプレゼントや日頃お世話になっている20年来の友人にも一足早いお中元として送ったら感想でトウモロコシの世界観が変わったわなど大絶賛でした。そんなに言っていただけると改めて金村さんの番組の影響力はものすごいですねと。いやいやいや、すごい、はい、僕もあの除草剤とか撒いたおかげもあるわ、ね、一生懸命一手間ね一手間、はい、あのね除草剤が大変やね、うん、でやってヤングコーンを取らないと、はいそうですね、うん、ヤングコーンも美味しいよ、はい、ヤングコーンあれ3つぐらい作るのよね、1つの種にね、でもそこに栄養がいってしまうとそっちに栄養いってしまうと甘さが1つ足らんようになるから、はいはい、早めに取って、うん、ヤングコーンをね、ヤングコーンも甘いね、はい、ヒゲも全部食べれるんですよ、生で、ヒゲ食べられてるのかな、珍しいですね、で俺バーベキューしてそれめちゃくちゃ食うたんやん、はい、一つを甘くするためにそうですね、あのカネコーンを美味しくするために間引いたヤングコーンをカネコーンを胃の中に詰めるめちゃくちゃ食うたんやん、はい、それもタイのコーラと一緒に、はい、カレーも食べながらね、カレーを食べながら、はい、ねえ、まあでも皆さんね待ち望んでるんで、うん、早く届けばいいですね、はいはいはい、こちら神戸市、還暦誕生日にオースティンのホームランボールをゲットした垂水区のウッチーさん、エスコンフィールド3連戦および17日タイガースの応援に行ってまいりました、うん、17日ホークスファンの親友たちと行きましたが残念な結果でした、うん、親友の一人は久留米からの参戦で、我が家に宿泊し翌日は姫路城に案内しました、うんうん、その後サウナから念願のキャベツに行きました。 おでんからお好み焼き、焼きそば、そして鉄板焼き、うん、締めのニンニク焼き飯までアルコールとともに堪能しました、ね、そのお味はもとより気配りも素晴らしいお店で、うん、良いお店を金村さんにご紹介いただきありがとうございました。いや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 、まあおそらく値は張ったと思うけども、ね、結構ね、結構すると思いますが、でも満足するのよ、ね、終わったらキャベツ、ああ、ね、おばあちゃん一人でやで、ね、この後はポチッとミニ枠です、うん、夕方も夕方もポチッとエムラジポチー、ええ加減にせえウィークリースペシャル、週替わりの月一企画をローテーションでお届けするこの時間、今週はこちらのコーナー、まさおちゃん。さあ、私の親がですねスポーツ界の気になる情報を今日もお届けいたします。まずはこちらです。気になる阪神の投手事情を取材してまいりました。はい、気になるわ、どないなってんねやろ、どういうねやりくりをしているのかというところなんです、うん、まあ、もちろん、交流戦に入って防御率は3点台を超えましたけれども、はい、今もなおセリーグトップの防御率、うん、日本ハムが今ね12球団トップなんですけど、うん、それについて12球団では2番目にいい防御率ということで、うん、まあとにかくいろいろ戦いを振り返ってもですね、金村さん、打つときはもちろん強いんですけれども、うん、打てなくてもしのぐというこの投手力ね、やっぱり野球改めてピッチャーって言うよね、ですよね、うん、ただそれもですね、うん、青柳投手が開幕戦以来、うん、なかなか状態が上がらない、上がらないで、西も上がらない、そんな中、うん、まあ、佐伯投手が、まあ、軸になりつつある、うん、でかつ、村上投手と大竹投手という去年まではね、うん、戦力の部分ではなかなかこうカウントされなかった、うん、ね、大竹投手はもちろん今年からということなんですけれども、そこが大活躍ということで、うん、まあ、ちょっと中継ぎのその疲労であったりとか岩佐投手の復調という部分では心配なところもあるんですが、うんうんうん、今年から一軍ピッチングコーチの安藤コーチ、うん、まあ、日々どんなことをね
考えながら試合中どうしているのかたっぷり聞いてまいりました。反動も大変思うで、大変です、うん、はい、岡田さんは先読み先読みするからそうなんですよ、察しろって先に、はい、って言われるで、はい、うん、まあ、おっしゃる通りで本当にあの岡田監督は、うん、まあ、野手の起用に関しても、うん、ピッチャーの起用に関しても、うん、頭の中で、うん、だいぶ先を読んで考えてるわけですよ、うん、でああなったらこれ行って、はい、こうなったらっていうね、はい、で向こうが抑えがもうピッチャー左がおらへんくなったら、うん、もう右よしこっから右にみんな行くぞみたいな、そうなんです、うん、早いよ。ですから相手ベンチが左ピッチャー何人いてる、うん、はい、右ピッチャーが何人いてる、そう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 、誰が残っている、うん、バッターは、まあ、左がもういないとか、うん、もう右がいないとか、うん、それも全部頭に入れた上で、うん、パズルをどん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 はめながらやっていくので、うん、いわゆるそのここが勝負というところの攻撃の畳みかけ方っていうところはベンチに出ても、うん、やっぱみんながついていけないぐらい、うん、その勝負手に出た時、うん、これはもうこうなったらこうでああなったらこうでっていう、うん、この矢継ぎ早の指示っていうのは、うん、もう下を巻くぐらい、そうやろな、へえってなると、うん、だからベンチでこう首をこうしてるやんか、はいはい、あれもう、うん、いろいろ考えてるんですよ、脳みそをこうくる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 やってるはずやで、そういうことなんですね、はい、ちょっとね口やじゃん、はい、癖や、はい、険しい表情でね、うん、はい、でこれいわゆるピッチャーの系統とかどうしてるのかっていうところが皆さん気になると思うんですが、うん、気になりますね、基本的には岡田監督のその構想通りに指示を出していきます、うん、なのでだから岡田監督が次これあれというふうになれば、うん、もちろんそれを聞いてブルペンの久保田コーチに連絡をして、うん、しっかりこう伝達して準備をしてもらうと、うん、ただですよ、ただ、うん、岡田監督に聞けない状況も多々あるわけです。ほうほうほう、っていうのは、うん、やはり勝負師なので、うん、いい流れが、いい流れじゃないとき、うん、もしくはリードされているとき、うん、っていうのは、誰も近づきにくいような空気。ですから、そこから逆転するためのいろんな策をこう考えている、頭の中をこうね、どん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 考えがこう巡っていってる中で、うん、そうは声をかけられないときがあるんです。うん、なるほど。じゃあ、そのときにどうするかですよ。どうするか。序盤はやっぱり、安藤コーチがこうでああでって考えて次このピッチャー行きますねって言った時に違うよこっちやと、うん、いうことは多々あったんですよ。なので、うん、まあ、岡田監督に聞けたらいいんですけれども特に攻撃の指示を出している時とか、うん、そのピッチャー以外のところに、はい、時間を費やしている時に声をかけに行けない時に安藤コーチがどうするかっていうのはこれ安藤コーチ考えました、うん、表情であったり、うん、今の岡田監督のこのゲーム展開から行くときにどのピッチャーをまあ出すべきなのかっていうデータを取りましてですね、もう半数近くなってきましたけれども、聞きに行けないときは自分の中で岡田監督の頭の中をとにかく探って、こうで、ああで、こうで、この時はこうで、こういう経験もあったからこうでっていうところで、それもしっかり久保田コーチに伝えて、ブルペンでも多分こういう展開になったらこのピッチャーだし、過去の考えから言って監督がこういう起用するだろうから、ここ準備しといてくれっていうことで連携をしてるわけですよ。成長してるやんか、だから安藤もね。それでもやっぱり違う時があるんですよ。そうやな。はい。で、それは違うっていうのが、まあ、そのピッチャーの状態であったりとか、相手との関係であったりとか、うんうんうん、で、結構岡田監督って、その評論家時代もそうですけれども、その、まあ、相性であったりとか、うん、合う、合わないっていうのは結構独自の目線でいろいろご覧になってるじゃないですか。うんうん、だからそのあたりが、まあ、もっともっと、だからとにかく、まあ、サンプルって言ったら変ですけれども、はい、いろんなこう経験をして、どん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 岡田さんの考えに近づいていけると、うん、もう聞かずしていろんな準備がもうできてますと。それが、はい、あの岡田さんが言う察しろいうことやね。はい、なるほど。コーチもね、はい、でそれはやっぱ島野さんの教えとかね、はい、いろんな人とあの人もやってね、うん、島野さんとか星野さんの下でもやってるわけ、はい、コーチはだからねだらぽやぽやしょっとあかんねんぞと、はい、コーチが大変になるわけ、うん、そうですね、選手をまず見ろと、練習から選手の一挙一投足をね、はいはい、もう先にトレーナーが言う前に自分でコーチが言うてこいと、はい、あいつちょっと足の上げ方今日昨日ちょっと痛そうですよとか、はい、選手は絶対痛い痛い言えへんから、はい、それはよ、島野さんがね、はい、コーチ教育してたね、うんうん、ピッチャー交代ってやっぱりこうどのチームもピッチャー交代のところはやっぱり監督の中で一番難しいところや、はい、ですよね、うん、うん、もうそこのね踏ん切りをつけるとか、はい、続投さすのか、うん、変えるのかっていうところをね、はい、
それが一番難しいよ。で、みんな、やっぱり JFK の時はね、うん、まあ、6回までって簡単やんか、はい、JFK 行かしといたんやんか、はい、もうあとは仕事ないわと。ね、やるかやられるかやと、まあ、そこまでにリードするかどうかというね。そう、そこまで、それだけやけど、はい、今回、今の場合はね、みんなが調子ええわけじゃないしね。うん、で連投になるとね、はい、ちょっと疲れも出てくるし、うん、もう岩崎にしたってもう金属疲労だいぶ出てきてるからね、はい、うん、その辺は難しさやろな、うん、で今やっぱり今の野球特にオリックスなんかそうですけれどもね、うん、野見さんがコーチ時代、うん、特に中島監督がこだわったのは3連投禁止ね、うん、もう2連投まで、はい、3連投するっていうのはもう本当に日本シリーズとか、うん、もういよいよ終盤、うん、もうここという時だけ、うん、序盤から絶対しない、うん、だからもう必ずクローザーが投げない時にみんなでカバーして1イニングを3人でも4人でもつぎ込んでそこで抑える、うんうんうん、その代わりクローザーが休むことによってまた1日空けて登板できるっていう、まあこのチームによってもね、そうそう、いろんなこう、まあ、使い方、中津監督もそんな感じで中継ぎ抑えをローテーション組んだりね、うん、はい、休みの日を作りながらうまく回すというね、うん、はい、うん、その辺がやるね、うん、なんかそれでいくと岡田さんの第一次政権の時は、ねうん、藤川投手10連投とかっていうのがありましたけども、うん、そういう感じから今の野球に合わせた岡田監督も柔軟な考えをいろんな持っているっていうのは安藤コーチ、まあ、そばで見ていて分かるんですけど、うん、ただですね、やっぱ話しかけられない時にいくら、ね、まあ、これまでのそのサンプルがあるとしても分からないことも多々あるわけじゃないですか。だから安藤コーチが今ベンチでよくカメラで映るじゃないですか、うん、何をしているかっていうと岡田さんの近くで岡田さんがずっとつぶやいていることを絶対聞き逃さない、うん、それノムさんに言いてきてるやんか、はいはい、すごい。だから何気ないところの一言にヒントがあったりするので、うん、必ずで聞き取りにくい時もあるんですけど、うん、必ず監督の何気ないそのつぶやきですよね、うん、これだからもう生ツイッターです本当に、うん、はい、なるほど、はい、うん、もう目の前でつぶやいてることを聞き逃さない、ベンチにカメラ仕掛けて流したら面白いね気になりますけどね言うたやろ言ったやろお前言って、はい、はっとか言いながらなでもそれだけねやっぱり安藤コーチ言ったのは、うん、もうその勝負に出てる時の岡田さんっていうのは、はい、もちろん近寄りがたいっていうとそのいろんなね、うん、まあ、いい意味でも悪い意味でもっていう雰囲気になりますけど、その勝負に入ってる時っていうのはすごいオーラだと、うん、そりゃそうやん、はい、それよりもっとあんのが星野さんやったよ、ね、だから岡田さん今ベンチで結構深呼吸してるやんか、はい、ね、息整えてますよね、星野さん似てきたな、うん、星野さんなんか 2,3 回倒れてるからね、はい、試合中高血圧でね後ろ行って、はいはい、もうふーって入ってるから、うん、もっと前言ったら西本さんなんか一球のインパクトの時にグーってなるんやから、はい、そ全球やから、うん、ちょっとね、だからそれだけこう集中してるからな、うん、だから監督業いうのがな、はい、終わったらくたくたなるって、うん、そうですね、うん、で今回、まあ、安藤コーチがそのいわゆるなかなかね、うん、監督に対して進言もできないんですけれども、うん、まあまあ、意を決してお伝えに行っていいよということで、うん、了解を得たのが、うん、まあ、富田でありビーズリーでありこの先発に調整を持っていく、うん、いわゆるビーズにしても助っ人できて、うん、中継ぎのままこのまま今はちょっとこうね中継ぎ陣も下に来てますけど、うん、このままいてると、ビーズリーも投げるところがない、いわゆる敗戦投手みたいな、うん、リードされてる展開で出ていくっていうことがあって、でビーズリーすごく真面目なんですよ、うん、もう日本語もものすごく覚えますし、うん、挨拶もみんなきちっとすると、で、まあ、そういうビーズリーの姿に対して安藤コーチがであれば先発でチャンスを与えてやりたいと、うん、まあ、やっぱりこう、まあ、リードされている展開で出ていくのが別に悪いわけではないんですけど、 ずっとそこで、やるよりも特に外国人で助っ人できてるんだったらやっぱり自分が頑張ることによってチームの助けになれる、ね、うん、力になれるっていうところを、まあ、精神的にも、うん、ビーズリーのやる気を出さすためにも、まあ、先発転向という部分で、はい、まあ、富田投手もそうですし、うん、もちろんリリーバーとして貴重な選手ではあるんですけれども、そうやって新たな活躍の場っていうのを、まあ、進言して、うん、監督の了解も得て、でそこは福原コーチと連携を取り合って、うん、ファームでも、まあ、もちろん先発調整をしてても急遽一軍でリリーフがいなくなったから、上がってくれ、まあ、及川投手もそうなんですよ、そういうこともあるんですけれども、そこはやっぱりあの福原コーチと安藤コーチっていうのは、お互いリリーフとしてベテランでずっとこう、協力してブルペン守ってきた二人なので、二人にしか分からないこの連携っていうのがあるんですよね。だからそこは福原コーチと安藤コーチ、去年は逆でしたから、一軍と二軍で。そのあたりで、もうとにかく毎日連絡を取って、頻繁に連絡を取って、やり取りして、で、岡田監督の意向で、その経緯、ことの経緯っていうのをこう連携しながら、だからこうやっていろいろ上がってきた選手をすぐ使う岡田監督ですから、まあ、そこの連携がないと、
意思疎通が取れてないと、うん、っていうことになるんですけど、そういう、周りが見てて不可解なことがないっていうのが、連携も取れてるし、一軍のことも二軍がちゃんとしっかり把握できているっていうところが、うん、今安藤コーチが一生懸命やってますんで、うん、まあ、そういうコーチ陣の普段の頑張り、うん、バッティングで言うと水口コーチのね、うん、もう水はベンチ入ってないんじゃん、はい、あのスコアラーで入る時もありますけど、ね、まあホームの時はね入れますし、うん、なるほどね、はい、なので、まあ、その辺のコーチ陣の見えないところなんですけれども、うん、日々の踏ん張り、頑張り、それは大変だと思うよ、はい、これはもう岡田さんの下でやるコーチいうのは、はい、それはやっぱり大変やか、はい、我々報道陣もそうなんですけれども、うん、岡田監督ってその口数をそんなにね、まあ、多くはないんです、言葉数が多いわけではないんですけれども、うん、それは我々がこう理解できるぐらいのその、まあ、強い言葉というか、うん、あとニュアンスというもので、読み解けるんですけれども、やっぱり普段いててなかなかこうね、全部が全部聞き取って、あ、これどっちの意味を言ってるのかなっていうことは多々あるんですけれども、うん、そこにこう。そんなヘッドの平田さんはどうなの、はい、平田さんは。平田さんにも相談に行くんですって。うん、今、監督に声かけに行っていいですか、うん、やめとけ。やめとけ。はい。まあ、もっと長く知ってるんでね。あ、なるほどね、はい、まあ。とにかく勝負に徹している岡田監督に、そういうところで違う部分で、うん、まあね、うん、今頭にないことを要素として入れないようにと、なるほどね、いうところもあるので、うん、まあ、とにかくコーチ陣の頑張りっていうのは、うん、選手の頑張りと同じように。うん、それはそうでしょう。特にね、はい、弱いチームっていうのは、二軍が強かったりね、はい、するもんな。うん、1、2軍の風通しの悪い、ね、はい、そういうことも経験してるわけよ、はい、野村さんの最下位の時、うん、小川さんが2軍で優勝したり ね、うん、その時はもう会話がもうないいうやんかな、うんうん、はい、ファームに降りたいみたいな選手がいたりね、うんうんうん、だからその辺も経験の豊富さでやっぱうまくやってんの違う、はい、うん、まあ大変な仕事なので、これからやっぱりまあ今ピッチャーいいんですけれども、ちょっとこうね徐々に徐々に打たれ始めてるんで、はい、だから中日が強かった時の森重さんがね、はい、もうその2軍のピッチャーでも2軍に落とした時でも2軍で1軍と同じような調整の仕方で、なんか何日で回してっていうね、それとキャンプ地に全部まあ、スパイ中だなんやけど、スコアラーをね、はい、担当球団、まあ、5チームしかないわけだから。とにかくもう見て密着して、1日の練習を密着して、はい、落合さんに報告するというね。はい、まあ、だから敵を知らずしてどう戦うというところですよね。そうそうそう、だからもう今、行き当たりばったりの采配にしか見えない人もおるやん。はい、でもまあ土曜日ね、金村さんと放送しててね、お話になってましたけど、まあ岡田監督本当普通のことを、そう。もうセオリー通りのことはね。何も特別なことしてないやん。はい。はい、当たり前のことを野球のお前さ、他の監督がようできへんやつが多すぎるっちゅう話やんか。なあ、ね。まあですからまあ、これからね、まあオールスターも一つの区切りですけど、まあ8月、9月がね。だから先を見越してると思うよ。はい、もっと痺れる戦いはもうちょっと先やなと。はい、で、巨人は腹は出てきよるな、みたいなことは、はい、ね。なんか、節々にやっぱり戦ってみて、戦術とかこうね、戦略を練ってて面白いのは、まあ腹ぐらいやというぐらいでね。うん。やっぱり原さん、もう長いこと経験が違うやんか。優勝監督にもなってるし、みんなね、弱なったらボロクソ言ったりするけど、そんなあんだけの選手集めてて長丁場やったら、そら、坂本も打ってくるよ、そら。そうですね。これがまあベナントレースですもんね。そうやん。そら、打つよ、2000本以上打ってんねんから。ほんでみんながね、ずっとスランプなんてずっと悪い人なんかいないんやから、うん、はい、やっぱり バイオリズム上がってくるし、うん、はい、近本なんかもうその辺が長いスランプか短いスランプかで一流の証やねんから、うん、はい、調子いい時は誰だって3割バッターやねんから、うんうん、その辺が見極めもあるやろね。だからファームから上がってきて、ね、なぜ使えんのかな思うようなチームもあるで。そうですね。岡田さん絶対使いますもんね。絶対使うやん。はい、で、あの前川、はい、前川くん、はい、前川、まあ。前川なんかもうストレート力負けしてないねんから。はい、使わな、そら。ね。打つよ。はい、もうあんだけまっすぐに強いんやから。うん、あの、言ってました、うん。一番打ってるやん。そうやもう、魅力的でしかないやん。はい、ですよね。あんだけ振れるやん。まあ、普通まっすぐ振られへんねん、みんな。キャンプ前のね、うん、怪我の時には、この結構ピリつくぐらい、話にならんよ、と、うん。自主トレで怪我をしてね。はい、という時期待してんのに。はい。うんうん、やっぱりその、だから、アメとムチは、うん、まあ、差は激しいんですけど、うん、やっぱりしっかり、能力があったりとか、結果を出してる選手はもちろん使いますからね。それは使うよ。はい、で、また、スランプとかあってきたら、またそれ、うんうんうん、だ井上光大なんか、はい、早打てみ、はい、中日の石川
ね、はい、怪我明けて、はい、で4番無理やり4番に使ってるみたいで、うん、もう全く出なくて6番になってピンチいったなって、うん、もうファームでもう一回やらしたりよって、うん、じっくり言いたくなるわ、はい、ほんであの誰だったあの高大君、はい、井上高大君上がってる、はい、ね、森下もね今また2分で調整してますし、そうそうそう上がっていい時は使って、はい、活躍したやん、はい、せやけどまた同じようにタイミング取れんようになって、はい、まっすぐ差し込まれて変化球でボール球振るようになったら、うん、はい交代、うん、もう一回やり直してこいと、はい、それがだから、うん、そうならなければ1年間使える選手になってくるわけですね。そう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 、で自分でもそれを克服してもう一回上がってきた時は、はい、同じ過ちを犯さへんぞと言ってレギュラー取っていくね、うん、そうですね、それを行ったり来たりっていうねエレベエスカレーター選手になってしまうと、はい、2軍にね、擦れてしまうわけよ、はい、2軍では堂々として、はい、2軍の審判も2軍は下手やねんから1軍の方が審判ストライクゾーン狭いで、うん、もう絶対、はい、見ててそう思うやろ。そうですね、うん、でこれ1軍やった2軍やった打てんのになんで1軍やったら打たれへん、うん、ピッチャーが全然違いますとか、うん、それもあるけどもそんな変われへんねん、はい、自分のも気持ちの持ち方で2軍におるときから1軍の、うん、1軍のシミュレーションをしながらバッティングをしなきゃな、うん、はい、そうすると成長していくんやろうけど、うん、はい、よう言われたもんや気持ちの持ちようで、はい、2軍にすれたあの慣れ親しんであかんぞと、はいはい、で2軍で終わって、はい、試合終わって2軍の群れていくなと、うんうん、まあ僕の場合は幸いね、可愛がってくれる先輩おらんかったから、はい、群れることはなかったけど、連れて行って、みんな連れて行って、はい、みんな俺に声かけてくれる人がおらへんから一人で出ていくしかないからね。はいはい、うん、でも幸いその二軍に連れてしまうと、はい、もう二軍に降りたい思うんやもん。うん、ね。まあ、ですから。ええし。その2軍でしっかり結果を残して、うん、まあ、連携をして、その報告が上がってすぐ起用されると、うん、まあ、このやりくりが本当にもう秋までどんどん続くんでしょうけど、そうそうそう、まあ、本当にピッチャーの交代って野手の交代と違って、一つ間違えば本当にゲームがね、はい、逆転負けっていうことになりますので、だからこれであの湯浅でも本当に復活させなあかんわね、うん、はい、まあ、だからそういう今不調の選手が厳しいところで8月9月にね、うん、いい形でね上がってくるといいですよね。いいよね、はい、うん、さあ続いてはこちらです。オリックス今年も織姫イベント大盛況、夏のイベント企画もお楽しみにということで、元気出てきてるわやっぱりね、日本一になると、はい、でまた甲子園であんな試合すると、はい、うん、ね、うん、交流戦、はい、まあ、オリックスも終えまして、これで阪神オリックスともに1位というセパ両リーグになりました、うん、関西ダービーの日本シリーズも夢ではありません。夢ではないよ、はい、現実に近づいていくよ。そんな中2015年からオリックス織姫デーを毎年開催しております。ここ数年なんですが、選手がカフェ店員になったり、あとキャンプデートをするなど、女性ファンにより選手に興味を持ってもらえるような企画がどんどん増えてまいりました。 やっぱりね、はい、WBC で野球人気上がってね、はいはい、やっぱオリックス人気もね上がってる、ね、すごいですよ、すごい、すごいです、はい、うん、本当にね、まあ、優勝効果ね、リーグ連覇、うん、さらには日本一というところもあるんですけれども、あのバファローズ関連のワードがですね、うん、SNS のトレンド入りになることも増えてきたんです、うん、はい、あの山崎総一郎投手がファン館で見せる吹田の主婦、はい、はい、それに対抗して宇田川投手が芦屋の主婦ということで、うん、いろんな企画もね、ファン感謝デーを中心に、さらには織姫デーを中心に企画しているのがオリックスなんですが、うん、なんとですね、まあ、SNS というね、まあ、今若者がとにかく、うんうん、ね、日頃慣れ親しんでいる、うん、そういう SNS を駆使してもっとビギナー織姫に、うん、いわゆるこうオリックスの選手を知ってもらおう、もっとキュンキュンしてもらおうということで、はい、実はですね、今年は選手がアイドルにというコンセプトが、出てまいりまして、うん、はい、まあ、いろんなね、アイドルのそういう案が出てきたんですけれども、はい、今回はですね、いわゆる、まあ、韓国のアイドル風ということで、テーマは、はい、BQ と B クールということで、2つのユニットが誕生いたしました。はい、まあ、いわゆるキュートとクールなんで、可愛い系と、まあ、かっこいい系、はい。でそれぞれに選手が振り分けられて、なんと両方似てるのが山崎総一郎投手。さすがですね。今年おいおい、これ両方似てない一人おるの、はい、はい、
ラオウが。そうなんです。ラオウ入ってきやがる、両方に。これ実は、織姫のファン投票で、織面ランキングがあるんですが、織面ランキングの上位の選手で結成されてるんです。あ、ラオウはやっぱり織面のランキングしたか。トップ10に入ってなかった。入った。なので、頑張っていただいて、はい、上位進出を。アマチも入ってないやん。はい、そうなんです。そうですね。はい、ワイルド枠やったら入ってない。どこ行ったやん、T は。これね、ちょっと待ってください。T はどこ行ったやん。クールの方はね、クールの方を見ていただいたら、おなじみの選手結構わかると思うんです。いわゆるセンターが今回ね、やるからにはとことんリアリティを求めているということで、はい、アイドルがコンセプトなので、いつも以上にメイクから衣装、アクセサリーも力を入れて、制作会社さんとともにキュート系、クール系のイメージを共有して、雑誌を参考にして、スタイリングを決めて、衣装はなんと韓国まで買いに行った。すごいな。はい。で、選手は時間のない中、シーズン中、アイドルに変身してもらって、このビジュアルが完成したんですが、はい、クールはね、センターに山本由伸投手。圧倒的。ね。そして、その山本投手の後ろに、山崎総一郎投手、中川圭太選手、一番左に福田選手。で、山本投手の右に山岡投手、一番右に宗選手。まあ、これ分かるじゃないですか。分かる分かる。このね、いわゆるキュートの方。うんうん、キュートの方は、ファッションも違うね。はい、山崎総一郎投手がセンターなんですけど、ね、右に宮城投手、その右に山崎幸也投手。可愛いですもんね。まあ、この3人は分かるじゃないですか。左。太田選手。はい。かわいいやんか。で、その左、石川遼選手。はい。ね、そう、うんうん。で、一番左、北選手。北君。はい。秋田ね。そう。はい。明石商業。はい。北。だから、こういう若くして折り面で評価されている選手たちが、ここに、堂々とポスターに出てきてるわけですよ。これすごい。なんかこんな、はい、もう一チーム作ってほしいわ。はい、作業服で、はい、トングーと、杉本と。何枠ですかこれはだから、アイドル、アイドルいるかな、そのアイドル。ガテン系。ガテン系アイドル。ガテン系。そうですね、ガテン系。みんな作業服やで。はい。いや、別にいいじゃないですか、服は。何着るんですか、はい、服は何でもいいじゃないですか。サンクドラックみたいな。そう、よし行くぞ、そのね。そうそうそう。でも絶対需要はあると思います。需要あると思う。絶対あると思います。だってお前、広末涼子見てみ、はい。ガテン系好きやで。そっちに話いきますか。じゃあ、はい、ガテン系やで。でもこれ皆さん野球選手ですよね。こんな表情できます、うん、でですね、うんす。で、オリックスはやっぱりとにかくその企画力、うん、それからその打ち出し方というのが非常に上手なんですけれども、もう一つですね、ファンの中で注目を集めているのが、夏企画。夏。はい。2019年から実施している夏の恒例ポスター企画がございまして、うん、今回第5弾。なんですけれども、いろいろビジュアルを検討しました。で、どういうところから上がってきたかというと、結構ね、そのラオウ選手と福田選手とか、うん、宮城投手と紅林選手とか、うんうん、結構コンビで、うん、あのオリックスのファンに愛されている選手がいるんですよ、コンビで、はい。だから今回コンビというのを一つ売りにしようと、コンビ売りに決定して、漫才師みたいな、そう、うん、でコンビといえばお笑いの賞レース、うん、なので、そこのビジュアルも含めて全部キャラクターを関係性とか選手いろいろ踏まえて各コンビに落とし込んで、今回、今日からですね、うん、オリックスの球団の SNS で随時どんどん、4日間かけて、発表されていくんですけれども、キングオブコンビというね、様々なコンビが今回結成されました。で、この写真もとにかくこだわっておりまして、うん、まあ、各コンビのキャラクターが目立つように、いろんなコンビが出てましたね。すごい。金村さん、うん、安心してください、うん、今回ラオ選手センターです、はい、センターです、はい、福田選手とのデコボコ会長副会長ワンハンドレッドというコンビを結成いたしております。はい、ちょっと待って、はい、T はいるんですよ。 T、はい、頼りになる、頼りになるにも程がある足立岡田という、いいですね、はい、ベテランの二人、はい、足立岡田で家族ぐるみで焼肉行っとるから、はい、で今やねチームの東打の柱ね、うん、奇跡の幼馴染み、お隣さん。これ実家が隣同士なんで、山本投手と頓宮選手で、お隣さん。で、あとね、田島投手と山崎幸也投手、変幻自在のサウスポー、大福。大福。はい。そうか。はい。名前から。はい。で、一番ね、今回ね、いわゆる、キャラクターとして凝っているのが、宮城投手と紅林選手の仲良しが止まらない紅坊主というね。紅坊主。はい。仲良らしいな。はい。やってましたね、ファン感謝祭で。宮城投手、そうそうそう。これね、ファン感謝祭で、しっかりメイクして、ね、撮った写真をしっかりこう、二人でコンビに仕上げて、はい。紅坊主。他にもですね、あと、ベテランのね、比嘉投手と平野投手の、マウンド上の名人芸、守り神とかですね。で、一番これ、せやねんでも紹介したんですけど、ザ・キャッチというね、森選手が、
西武時代には絶対しなかった、うん、このコミカルな感じ、うん、蝶ネクタイをつけて、うん、笑顔で、うんめっちゃ笑顔、ね。漫才コンビのね、写真になりそうな、こういう、まあ、企画で、ポスターができてると。もともと、堺の子やからね。ちょっとね。はい。ほんまはこういうことをやりたかった思うで、はい。で、とにかくですね、先ほども言いましたように、6月の19、今日からですね、22日に、個別のコンビを小出しで、オリックスの SNS でアップしていきますから、はい。そちらはぜひ皆さんチェックして、まあ、夏のね、この、イベント企画、ポスター企画、いろんなコンビ、どんな漫才をするのかなというね妄想です妄想どんな漫才になるのかなという妄想でお楽しみいただきたいと思います。来週のこの時間月に一度のお電話企画いてまえテレフォンデラックスがございます。何でも構いませんので、我々と楽しくお話ししたいという方はですね、番組特製のステッカーを差し上げますし、うん応募方法としては番組の電話番号とそしてテレフォン希望と明記の上、番組にご応募いただきたいと思います。以上ええー、加減にせえウィークリースペシャルのコーナーでした。金村芳明のええー、加減にせえAM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしています。これどういう意味なんですか。はっきり言うてでしたっけ、うん、何でしたっけ、参加したらええやんか、はっきり言うて、オーン。あ、なるほど、そういうことね。はい。って言ってます。そういうことそうなってくると分かりづらいな。そうですね。我々ちょっとついていけないんですね。さあ、エンディングでございます。プレゼント当選者の発表です。まず、先週タオルのツバメタオルとのコラボグッズ、ええ加減にせえタオルは、千南郡鉄砲ゆりさん。豊中市パート主婦は三田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてお待たせいたしました MBS ラジオをね、ドリームウィーク豪華プレゼント当選者の発表です。はい、最初にウルトラの夏阪神巨人戦ペアチケットは、やっと人生満喫さん、なにわパラダイスさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてプレミアム金コーントウモロコシ一箱の当選者は、夜明けのカンガルーさん、青空のハイボールさん、A ちゃんパパさん、岩盤浴炭酸泉大好きさん、俺たち辻ボーイズさんはじめ10名の皆さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そして最後に現金1万円は、和歌山県の香里さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます、ね、たくさん送っていただきましたからね、はい、トウモロコシはね、商品の発送でもまたね、皆さんお気づきいただきますので、はいはい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。続々と第2弾は収穫が始まっておりますから、ね、はい、メッセージ、できるだけご紹介しましょう。なにわの岡ちゃんさんからいただきました。イクノクからいただきました、はい、週末は仕事でした。定年、うん、去年定年退職しましたが、うん、土日は助っ人で仕事をしています、うん、道頓堀のお好み焼き屋です。これがなければ金村さんの爆笑トークショーに行けたのにな。でも十分に満足な週末でした。 お仕事があったんで、ね、どこやろな、ね、仕事があったんで道頓堀トークショー行けなかった、まあ、結構ありますからね道頓堀もね、はい、まあ、でも早いものでもう6月は、ね、半分終わりまして、ね、もう夏に向けて、はい、もうでももう夏なってるじゃん。もう梅雨はなんか、梅雨もまた空梅雨やな。でもね、この週中はまた雨降るみたいですよ。結構雨量としてはいろいろ多い、うん、雨になりそうなので、なるほど、はい、まあまあでも7月中旬ぐらいですか、うん、梅雨明けが例年よりちょっと早いかなっていうような話はありますけど、7月は北海道行きたい ね、うん、はい、ここまでのお相手は金村芳明と MBS アナウンサー井上雅夫とアシスタントの福良美恵でした。 See you next week。 英語だ。ニーハンこと福良美恵です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今回も楽しく聞いていただけましたか？チャンネル登録といいねの高評価よろしくお願いします。みーはー。